夜の出発はもうそれだけで日に日常感があってね、気分が高まってとても素晴らしいと思います。ここは東京港区浜松町から少し海の方に行きました。東京客船ターミナル竹芝桟橋です。これからですね、伊豆諸島の一番北にあります島、伊豆大島まで向かいます。最新型のサラビア丸、去年の6月にお客さんを乗せるようになってまだ1年経っていない新品の船です。まあ、こちらの立花丸と基本的には同じです。細かいところは結構違うんですけども、まあ、そこら辺についてはね、これまでにも何度もご紹介しておりますが、伊豆諸島のことをね、いろいろと私もこれまで取り上げてきましたので、ついに仕事をいただけるようになりましてですね、伊豆大島さんのですね、大島町の、観光協会さんからの提供ということで今回動画作らせていただいております。どうぞよろしくお願いします。まあ、企業案件とは言ってもね、そんな別に NG とかないし、私もとんでもなく失礼なことはもう別に言いませんから、何もないんですけど、この竹芝桟橋のところを見るともうなんか船で伊豆諸島も行ったことなさそうな人が、いや分からん、行ってんのかもしれないですけど、もうなんかいっぱい落書きしてるわ。かわいそうですね、峰村君、こんなところにね、名前書かれちゃってね。このまあマリコ永久にここで、少なくともこの柵がずっと残ってる限り、私はこんなところに名前をこう書き込んで器物損壊するバカですよと、永久にここの名前を刻む、なんと不名誉なことかと思うんですけどね、僕はね。東海汽船の面白いのは、船が東京から出て一箇所に行くというだけではなくて、いくつもの島々をこう渡り歩きながら行くということです。で、2つ航路がありまして、大島はですね、神津島まで行くその途中の、まあ、一番最初に泊まるところなんですが、船は大体の場合22時発、もしくは、まあ、夏の忙しい時期になると23時発ということもあるんですが、僕ね、出航時刻1時間間違えて、ね、妙に早く来ちゃいました。まあまあまあいいんですけどね。だからちょっとここにある客船ターミナルのご案内をします。伊豆諸島は数多く特徴的な島々がありまして、パンフレットを見ているだけでも楽しいものです。いろいろ島のね、個性がだんだん分かってくる。でも今日は大島町さんからね、予算をいただいてますんで、大島の宣伝になるような動画を作ります。この星マークは条件付き出航というふうに言いまして、もしかしたら接岸できないかもしれないですよということがね、もう出航前にあらかじめ告知される。春のこの時期は海が結構ね、荒れがちでして、だいたい大島より南は条件付き出航になりますが、大島だけは丸、絶対に船が行くことが約束されています。だいたい船で南方に行くときも大島から先が揺れるということが多いですので、割とね、安心して訪れることができる。設備も伊豆諸島の中で一番多分整っているので、もう大島だったらば間違いないと思って行けるようなところではないかと思います。ほとんど信号機の設置されていない道をだいたい車で走って1周1時間、まあ、大島はそれぐらいの大きさです。結構大きいです。で、人が多く住んでいる地区として一番はまずこの元町、ここが大島の中心部で役場などもここにあります。で、それから朝大型客船が着く港は岡田港です。岡田港か元町港か、天候によってどちらの港を使うかということになります。で、さらにこの2つの今盛んに使われている港とは別に、こちらにもハブ港というのがありまして、まあ、地元の方のね、あの漁船とかそういうのが出ていくところでもありますが、江戸時代明治時代ぐらいにはとてもとても活躍をしていたところです。大島の、まあ、古都というべきかな、大島の中の京都的な存在ですね。はい、それでね、出航の時間になりました。僕の乗船券の名前スーツ様になって、こんなんで乗れるんですね。これさすがに初めてだ。東海汽船の等級は特等から2等までいろんな種類がありまして、で、形も様々分かれているから、それを選ぶのも楽しみの一つです。今日はね、上から2番目、特1等安いやつで行こうと思ったんですが、他の方と同じ部屋になったりとかね、する可能性が少ないんであれば、まあその方がそれに越したことはないですからね。特1等のね、確か和室だったかな、これ個室なんですけど、これ入れて、難しいなこれ、あ、OK だ。あ、洋室ですね、こういう感じだ。これが特一等船室ですね。上下2段ベッドで4人定員となっていますが、多分今日は僕だけの貸し切りということに今なるかなと思います。東海汽船ではこういうふうにですね、あの船というかこの相部屋の感じのこういうね、あの個室っていうのがありまして、
でこれあの4人定員の部屋を、まあ、私1人でこの14番予約すると混んでる場合は他の席にもね普通に人が来るんですよ。まあ船ってなんかそういうのが結構多いんですけどね。ただ空いている時はなるべく同じような部屋にならないようにと東海汽船さんの方でやってくれることになってるようでして、特に今日もね多分他の席には誰も来ず自分一人でこの部屋を使うことができるはずです。まあ予約状況によってはもしかしたら来るかもしれないけど多分大丈夫です。で昔はねこれが昔の寝台車みたいな感じではしごで上下段移動するタイプだったんですけども、それだとね行くのが大変だということで今こんなねしっかりした階段構造になっています。これで階段で登って自分のベッドに入ると、これの方がいいですよね。船が揺れた時になんか落ちたりとかするのも怖いですし。よし、東海汽船スリッパもありますんで、あとはもう船の中はこれで別に使って移動してもいいんじゃないですか。昔の特一等よりも大幅に設備良くなりまして、昔はねこういう洗面があるだけだったんですよ。ドライヤーもなかったんじゃないかな、もしかしたらもうこれだけだったんですけど、今はもう一つの個室に一つトイレがあり、トイレがあるだけではなくシャワー室まであって、こうですね、まあ、あの相部屋になる可能性があるんで、ここが脱衣所でさらにこの奥がシャワーという風になってるんですけども、ここ鍵ももちろんこうかけられます。出ました、ドラですね。出航のね5分前だから10分前になると鳴るんですよ。ただいまのドラの音はーって今から放送します。ご案内いたします、ただいま船内鳴り渡りましたドラの音、出航5分前のお知らせでございます。お見送りその他のご用事でご乗船のお客様、ご乗船でいらっしゃいましたら桟橋までお戻りください。あ、見送りの関係で船に乗船券持ってないのに乗り込むってことができるのかどうかって僕すごい疑問なんですけど、できるのかなそんなこと。出航を見るんだったらやっぱりデッキかなと思うんですけど、新しいサルビア丸はねこのギリギリのところまで行ける区画はそんなに多くなくて、この部分とそれからこの反対側がそうなんですが、今22時かな、出航の時間になりました。ボーディングブリッジの取り外し、あのねやっぱり見送りのために船に乗るってことできるらしいですよ。特に乗船券とか持ってなくても出航の時間までに出れば問題ないらしいです。ほとんどそういう方はいないらしいんですけど、大荷物とか持ってきたりとかして、それであの船の中に運び込むのが大変な時とかね、その手伝いで来られるとかそういう利用の方法があるみたいですね。まあ、見送りで船の中まで来てもね、そんな別に20分とかせいぜいそれぐらいしか一緒にいられないわけですから。砂を外しました。このね離岸が早いんですよ。紹介するやり方がいつも一緒だからあんまり同じことを何度も何度もね動画にしてもしょうがないんですけど、昔はできなかったんですが、岸壁から垂直方向にそのまま出ていくことができるように新型船ではなってまして、まあ、こういう感じですよね。昔はねもうこんなに速やかに岸が離れていくなんてことはなかったんですよ。コロナが始まってから1年間で東京観光らしいことをすごい僕いっぱいやりますけど、やっぱねここから見る夜景ほど綺麗なものはそう簡単にはあの海からのものはね似たようなものは見られませんので、明日の朝からはそうではなくなるんですけれども、緊急事態宣言が今日まで発令中ということで、多分その関係でしょう。いつもだったらもっと明るいんですが、レインボーブリッジもそれから東京タワーもこのように暗くなっています。これはこれで珍しい光景。この橋の下を抜けるのは毎度の楽しみですが、しかしこの光景自体はこれまで何度もご紹介してきました。で肉眼で確認するのは少々厳しいかもしれないんですが、この裏にですね芝浦ふ頭という、まあ、あの船をつけるような場所がありまして、多分ねそろそろ映ると思うんですけど、あ、いたいた、これですね、東海汽船の超高速船ジェットフォイル。これねここにあの船の基地として置いてありまして、まあ、数多くいるんですが、夜は走ることができないこれらの船ですが、昼間には東京から大島までをわずか1時間と45分で結んでしまう、とても性能のいい船です。あれで大島まで行くと、まあ、日帰り旅行だってやろうと思えばできてしまいます。夜景の見どころはだいたい、まあとりあえず今回はこの辺までご紹介しましょうかね。ここから先もねあの大井ふ頭とか
羽田空港から次々飛び立っていく旅客機たちとか、いろいろ見るものはありますが、明日ちょっと私はね、運動がいろいろたくさんありますので、ちょっとゆっくり休んだり、船内の紹介に徹したりしたいと思います。そして今回はですね、あの東海汽船さんにお願いをして、せっかくなんで、ね、皆さんに様々な選択肢を知っていただきたいので、いろんな船室をご紹介します。今見ていただいているこの部屋は一等船室です。特一等の1個下ということになります。こういう風な相部屋スタイルでね、これ詳しくない人は2等船室と割と似てるんじゃないかと、まあ後で2等の方を見てもらうと分かるんですけど、これ2等と1等何が違うんと思う人も、ね、いるかもしれないですが、このね、1等の売りはね、静かさですね。とっても静か、なかなかありがたいことですよ。これは毛布があらかじめ無料でついていて、それからこの敷布団的なね、マットレスもあります。で、あとは枕元にはコンセントで、この冬とか春の、ね、割と空いている時期になると、実際にはお客さんが誰もいなくて、で自分一人でこの大きな部屋を使えてしまうという狙い目の部屋であったりもします。続いてはね、特二棟です。特二棟は二段ベッドスタイルになっていまして、個人個人のプライベートなどもね、かなり確保されていると、まあ、なかなか人気の席となっております。コストパフォーマンスもなかなかいいんじゃないですかね。一番基本となります一番下の二棟運賃の約 1.5 倍ぐらいの値段ということになっております。割と肉厚な布団と、その上にシーツ的なものが敷いてあって、でさらに枕元の部分にはコンセントもやはり備わっています。特一棟、一棟、特二棟ときまして、一番下になりますけども、二棟の一席と、それから二棟和室、そう、二棟にはね、二種類あるわけです。二棟の一席はこんな感じ、新幹線のグリーン車よりはちょっと狭いかなぐらいの感じですね。なかなかね、いい座席を使っています。今日はやっぱお客さんがね、こうやって見てみると少なめですわ。高速バスもびっくりな、なかなかのすごい仕様になっておりまして、下ろせるものがね、たくさんあるんですよ。でこれなんか磁石がついてるって今教えてもらったんですけど、これでこうなんかピチッとくっつくじゃないですか。驚異のプライベート空間が実現できます。こっちもね、なんか引っ掛けられるような、こういう仕様になってみたいです。まあ引っ掛けないで一番下までやっちゃってもいいんですけどね。すごいね、これは。一回船内の見学の時にこれ見たことはあるんですけど、ここまで全部下ろして使ったのは初めてですが、はあ。周りの影響からだいぶね、避けられるんで寝やすいと思いますよ。結構寝る時のあれ関係するんですよね。そして定番の二等和室はこれです。もうこれ枕が1個置いてあるだけと言いたいところなんですが、これコインロッカーみたいなのがついて、ね、ちゃんとお金も返してくれるんですよ。これはなかなか便利ですよ。ただ入るものと入らないものとありますんで、まあ注意する必要はあるかと思うんですが、床はちなみにね、結構硬いです。なかなかやっぱ一等の床とはちょっと作りが違うように僕には感じますが、まあ、でも貸し毛布のプレゼントっていうか、レンタルがあるんですよ。で100円で借りられるんですよ。でそれを、まあ、2枚借りて、ここの下に200円で敷けば超ふかふかな床ができるし、まあ1枚でもいいですね。1枚敷いて1枚かけて、で1枚は枕とか頭にかけるものとして、まあそれで300円400円ぐらいをね借りて、でそれで使うというのは東海汽船の2の人の楽しみ方のようです。そして今日はね、特等は紹介できない予定だったんですけども、キャンセルが出たようでして、一番上のところも見ていただきます。すいません、じゃあ靴下を脱いで上がらせていただきます。もう見るからに豪華客船という感じの内装なんですけど、やっぱりすごい人気ありますよ。いつも特等は埋まっている状態で出航するというのがイメージですし、実際もね、多分ねそうだと思います。あ、BS が見られるんですね。今もう船内ほぼ無音なんですが、あんまりも音がしないんで、ちゃんと動いてるのかなみたいになるんですね。これしっかり動いてます。多分大島へ行くやつは相当運行時間に余裕があるので、あまりね、速力ガンガン上げていくみたいな感じのことにはならない。だから2棟もさっき紹介しましたけど、私が前に行ったよりはだいぶ静かでしたよね。シングルベッドが2つ、そして下にですね、こういう風な冷蔵庫もありまして、シャワー、トイレもこのように完備となっています。これはね、前からですけど、でもあれ、これトイレが変わりました。またこれも、前はもうボタン式じゃなかったし、それからこういう風なウォシュレットじゃなかったですけど、随分綺麗な感じになりましたね。アメニティもついています。確か特一等でもついてたかな、後で紹介しようと思うんですけど、これですね、これね、引退したサルビア丸まだ使ってるというのはちょっと見どころですが、もしかしたらそのうちね、本当にこれも変わっちゃうかもしれないんで、まあ、今だけもらえるアメニティです。あとはこのサルビア丸の楽しみとしてレストランがあるんですが、残念ながら今ね、コロナの関係でやっている時もたまにあるんですけども、島からの上り便の土日だけなんか営業してるらしいんですが、基本は営業はせず、
たまにこれねメニューが変わったりして面白いんですよ。ただ最初と変わってんじゃないかなやっぱり。そしてここが本線サルビア丸のデパート自動販売機コーナーでございます。前はねこのうどんとかラーメンとかのこのカップ麺も確かカップヌードルとか日清のやつだったと思うんですよね。それからの日霊のよく見るなんか焼きおにぎりとか唐揚げとかあるじゃないですか、ああいうのが出てくるやつだった記憶があるんですけど最近変わったみたいです。これにしようかな。豚骨ラーメン、肉うどん、どれがいいかな。さっきうどん食べましたからね、迷うときは2個同時でも手が届かないですね。じゃあこっちだ。あ、豚骨ラーメンすればよかったかな。一応こういうカップ麺コーナーはあるんですけど混雑の時期も真夏とかにはねあんまりなんか当てにしない方がいいですよね。これあるだろうと思って行ってるともう全部売り切れてなくなってるみたいな結構よくあります。よし、じゃあこれ食べたらもうさっさと寝てきましょう。時間もあるとはいえね明日の朝大島到着が6時、早いですし、それからねあの東京湾を出るとやっぱなんだかんだ揺れ始めたりするんですよ。ちょっと寝づらくなります。今もちょうど少しずつ揺れ始めましたしね、そんな大したことはないですが、だいたい揺れるのは大島を出てからなので揺れが苦手な方はまず離島は大島から始められてはいかがでしょうか。飛行機をご利用のお客様はお早めのご利用をお願いいたします。またすでにお休みのお客様もいらっしゃいます。もうそろそろ11時半で船は夜間照明に切り替わります。今その前の案内をしています。個室は自分のタイミングで部屋の明かりを消せばいいんですけどね。では私も明かりを消して、確かねこれで消えるんですね。これで寝ようと思います。明日の6時には下船だから結構早いんですよ。これがねあの僕の寝るスタイルなんですけど、あのパジャマありませんので、まあ、もしこだわる方は自分で持ってきた方がいいかと思いますが、僕持ってくるつもりなかったんですけど、あの今回出発の直前までねうちで寝てたんですよ。で起きてそのまんまもうパジャマ着たまんま上に服着てきたんであったかくていいんですよね。でももうだいぶあったかくなってきているみたいな、あのそもそも気温がもうあと10日で4月になりますのでこんなことしなくてもよくなるかもしれません。じゃあおやすみなさい。明かりはこれで各、それぞれの人がねつけるということもできるし、相部屋になった時にはもうこれやってもいいんですが、今回一人なんで別にいらないですね。はい、 OK。 これねこれ見えるんですよ。これなかなか素晴らしい眺めだと思いません？どっちなのかな、あっちがなんだか全然わからない。あ、東京湾アクアラインの海ホタルパーキングエリアだ。で今木更津から頑張って川崎に向かって走ってる車がいますよ。あー、これは面白いね。今船は川崎沖にいるということかな。結局またね電気つけちゃったんですけども、この動画本当だったらね今日日曜日に出発してるんですけど、そうじゃなくて、土曜日の夜かなに出発する予定だったんですよ。でも天気が悪かったんで1日10円しております。で本来であれば昨日撮影するはずだった景色をですね、もしかしたら天気が悪くなるかもしれないってあらかじめ撮影してありますので、それを見ていただいて、でそして、まあ、大島までのねその道中の楽しみを感じていただければと思います。では引き続きお楽しみください。さあ、そしてただいまですね別の日に撮影した映像を皆さんに見ていただいています。今見ていただいている前方がみなとみらい21、そしてこの右手がベイブリッジ。伊豆大島など南方伊豆諸島の島々へ行く際に金曜日の夜もしくは土曜日の夜に出る便の一部がこの横浜大桟橋に寄港することになります。ご案内いたします。本線の方より横浜で池の下を通過いたしてまいります。向こうに見えているのがね大黒ふ頭、多分そうだと思います。私はあんま詳しくないんですけど、それ合ってるはず。この大黒ふ頭はですねベイブリッジをくぐることができない船が着く場所として活躍しています。東京横浜間の貨物自動車の混雑があまりにも激しいので海の上を渡るベイブリッジが作られました。超大型の船になればこのベイブリッジをくぐることはできないわけですが、サルビア丸は大丈夫です。これをくぐった先にあるのが横浜の港、大桟橋。画面中央よりやや左下、海面に横たわっている明るい建物が大桟橋です。ペリー来航の時代から歴史が続いています。それに見とれている間に真上をベイブリッジが通過していってしまったんですけども、まあいいでしょう、さっきあれも見ましたから。東海汽船の船旅の面白いのは
ただ離島の旅情を味わうことができるだけじゃなくて、大都会から旅情に向かうことができる、その景色の変化に富んでいる様ですよね。今は緊急事態宣言で、みなとみらい21のライトアップも控えめです。もっと綺麗な時はね、こんなもんじゃ済まないですよ。それでも港の街の誇りがあるからかな、結構やってくれてるわ。こうやって近づいてみると、赤レンガ倉庫、明治時代日本を発展させるために頑張って懸命に商取引をしていた倉庫です。この左手にある、これが大桟橋。ちょうど今本線サルビア丸のライトが明るく向こうを照らしています。奥に見えるのは大変有名な豪華客船アスカ2ですね。アスカ2と並んで泊まるなんて贅沢じゃないですか。サルビア丸ももう日本ではトップレベルに知名度の高い旅客船ですけど、これでも十分威厳のある景色ですけれど、もっとね、横浜の景色すごい時はすごいから、ぜひ皆さん緊急事態宣言が明けたら、これは海の上からしか見られません。この景色を見ながら南方の伊豆諸島に向かうというのが素晴らしいわけです。ロイヤルウィングもいますね。これはレストラン船ですけれど、相当古い昔ながらのね、舵取りをぐる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 と回しながらやるような船だそうです。大桟橋は週末のみの寄港ですので、そして貨物の取扱施設なども特にありませんので、ここではコンテナ扱いはありません。出発の時間になったらすぐにタラップを下ろしても出ていきます。もう上下線が終わったんですぐに外されましたね。この声は久保田船長じゃないですか。あのサルビア丸の2代目の最終航海の時に取材させていただきました。ああそうだ、間違いない。今日も夜遅くまでお疲れ様です。あっという間の出航。おー早い早い、もう出てくもんな。もう素人でも分かるわこの速さ。離岸がもうスル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 っと、あー全然違う。やっぱ新しくなりましたね。何度も説明するようですけど、新型船はもうこのですね、岸壁からこのまま垂直に向こうへ離れていくことができるような、そういう仕組みになっております。ほんともうあっという間に出発していってしまったな。早い、皆さんどうぞ、これはですね、一応私があの横浜の夜景、その気候の様子を紹介させていただくために、盛り込んだものでございますけども、引き続きこの動画は大島まで向かいますのでね、その様子をお楽しみください。向こうから手振ってます。皆さんもぜひね、大桟橋のところで手振ったりしてみましょうね。
通常照明とさせていただきます。まだお休みのお客様も多数いらっしゃいます。船室内でのお話や船内移動はお静かにお願いいたします。皆様おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻5時30分となりました。本線はただいま大島岡田港へ向けまして航海を行っております。大島岡田港到着時刻は6時でございます。大島にて漁船されますお客様、そろそろ起床していただきまして漁船のお支度をお願いいたします。今ね、船内放送1年も聞いてるんですが、すごいですよ。大島はあの予定通り今から泊まります。全く問題ありません。行くんですけど、次の豊島はね、欠航です。もう絶対泊まりません。行きも帰りももうダメ。で、その先の新島に関しては、今から一応接岸を試みるらしいんですが、帰りに関してはもう欠航の予定が決まりました。で、その先の式根島も一緒。行きは行くかもしれないけれど、帰りは絶対行かないと。で、一番最後の神津島も、まあ行くかもしれないみたいな話になってまして、で、帰りは、まあもう途中で泊まれるところはもう大島しかないってことですね。だからやっぱそんだけ大島周辺はね、まだ、あの、房総半島、伊豆半島に守られていて、割と波が穏やかなんですね。ということも、あの、この船のポイントになるかと思いますので、お知らせしておきます。改めまして、おはようございます。もうすぐ着くところですね。本当にもうすぐです。皆さんなんかびっくりされるのは、おまわりさんがあの接岸の時に来られるということですね。なんかもう僕見慣れすぎてて別に疑問に思わなかったんですけど、確かにそういえばそうなんですよ。ここは東京都大島町ですので、もちろん観察は警視庁ということになります。天候はどうかな。もういいと思いますけどね。向こうに、あら、なんだ、房総半島、お、あんなところに房総半島見えたかな。ちょっと違うかもしれないな。あとなんか気になる船が、あ、でもあれはなんかあれですね、普通に貨物船か。天候はどうですかね、こっち側も。なんか晴れてるけど、まだまだ、おお、でも見えるわ。よかったよかったよかった、見える見える、富士山ですね。そうそうそう、大島岡田港からはこのように見えます。すいません、最近マイク使ってるんですけどね、撮れちゃいました。で、この下船なんですけど、大島はね、停泊があの20分と結構長いんですよ。だからまあ慌てなくても、別に6時20分ぐらいまでに降りちゃえば、まあ降り遅れるということはないんですが、ただね、これはあの速やかに降りた方がいいです。実際にはなぜかというと、あそこに黄色いバスが3台いるんですが、あれはあの大島バスでして、でそれぞれですね、なんかこう元町港とか、あと他になんかいろいろね、なんかこう行き先があるじゃないですか。で、この朝の早朝の6時到着の便に合わせて、各方面に出ていくバスがあるので、すぐに降りればあれに乗れるんですが、多分もたもた降りてくる人のことまでは待たないんじゃないかな。ある程度ね、降りてくる人がもう途切れたら、それでバスが出ていくんですよ。大変長らくのご乗船お疲れ様でした。本線はただいま大島岡田港に到着いたします。だからあと20分あるから大丈夫とは考えないことですね。とは言っても常識的には待ってくれますんで、別にそのもう大慌てで行かなきゃいけないとか、そういうことはないです。で、大島までの乗船券は回収になりますので、ちゃんとね、あの降りるときに準備していなければいけません。じゃないと降りるときに待たせちゃうことになりますからね、他の人は。下船客のほとんど最後が僕だったみたいですね。まだ寝てる人がいるかもしれないけど、まあさすがにでももういないでしょう。レンタカーの乗り場とかね、そういうのもありますけども、まあ、基本は皆さんバスで行かれるんじゃないですか。まずはご搭乗いただきまして、ありがとうございます。この場所は岡山市の一橋前、大島空港タウンから東側へ向かってください。
はい、着きました。元町港です。元町港が大島の一番の中心で、確かに高い建物もいろいろあります。ここに来たらね、今いつも私が最初にやるのは三原山の山頂方面が見えるかどうかで、ここカルデラになってまして、多分ここから見えるのは外輪山だけなんだと思うんですが、まあとりあえず雲はかかっていなさそうです。今日はあの山の上まで登りますけれど、それをやっても大丈夫そうな雰囲気です。大島に用がある人、もしくは大島に住んでいる人の多くがこの元町周辺を拠点としてあります、住んだりするわけですので、ここに船が着けばいいんですが、基本的に朝はさっきの岡田港に着くということになっています。で、午後の便とかあのジェット船とかは可能だったらこっちに来るんですけれど、波が高いと来ることはできません。もう今日は船内放送でもね、帰りは絶対もう大島の岡田港前提みたいな感じの放送をしましたから、今日はここには船が来ないわけですけど、うおー、立ち入り禁止になってるわ。あー、これは危険だこんなになってるの初めて見たな。まあ、そんな珍しい光景ではないと思うんですが、まあ、奥に見えるのが伊豆半島ですね。もうこの岸の上に波が来るようになると基本的には欠航らしいんですよ。だからまあこれはギリギリアウトっていう状態なんでしょうね。こういうのを避けるために2つの港を用意しているわけです。これはすごいわ。まあ天気はいいしね、風もそこまで強くないので大丈夫です。まあ、しかしここから見える伊豆半島の眺めはいいですね。この先端部分、伊豆崎とかどっかその辺なんじゃないですか。そこからねずっと伊東の方まで、まずこれ伊豆高原の大室山ね、なんかこれがあの噴火してここに伊豆高原ができたらしいんですけど、ここに別荘がいっぱい並んでるじゃないですか。これなんかこの山が噴火したんでこういう土地ができたらしいんですが、それからこう富士山とでですね、天気のいい日ならではの元町港の景色があります。6時40分ちょい前ぐらいですけどね、これです。こういう風にね、さっき自分が乗ってきた船があのやってくるのが見えるんですよ。今日は随分なんかどんぶらことした感じですね。いや今日はなんかすごいな、迫力はありますけど。東海汽船の方もなんかおっしゃってましたね、いや今日なんか結構揺れますねみたいな。大島まで乗ったにしたらね、私もなんか今日揺れるなとか思いながら言ってたんですけど、まあ、そこまでめっちゃ揺れたには入らないと思いますが、まあ、珍しくなかなか揺れている、そんな大島までの船旅になりました。夜中寝てる時ですね。こういう感じでね、おお、なんかもうサルビア丸の先端の部分がもう水に浸かりかけながら行ってるようですが、富士山の元を通過する大型船、自分の乗ってきた船を元町の港周辺から見ることができるわけです。これなかなかいいですよね。船の速さも分かります。だいたい時速40キロ程度は出ますので、それなりにですね、どん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 自分の見ている目の前でも移動していくのです。本来であれば次の寄港地はこの先にあります豊島ということになっていましたが、豊島の港はね、そんなに充実したあの防波設備というかうねりを消すようなものが特にないようでして、残念ながら今日は欠航。本日の次の寄港地はこの大きな豊島の裏側にあります新島、式根島ということになります。それもつけるか分かりませんけどね。でサルビア丸がこう見られるのはいいんですが、まだね朝の6時40分とかなわけですよ。でこんな早い時間に何もやることないだろうってことなんですが、まあそういうことはね、やはりあの島の側でも考えておりまして、ちゃんとね対策施設みたいなものがあります。元町港から歩いて3分ぐらい、確かこっちだったな。ウグイスが鳴いとる中に着きました。御神家温泉です。あれ、御神家温泉ってここになんか札がかかってたと思うんですよ。 あったなくなっちゃったのかと思った。中はねとても綺麗な温泉ですよ。でここの特徴は朝の営業がねめちゃめちゃ早いこと、まあいつもではないんですが、大型船の到着に合わせて早朝から入館できるような日が多いです。たまに休館日があるので気をつけなければいけませんが、今日は6時30分からの営業ということになっています。もっと早くサルビア丸とかが着く日もありまして、そうすると5時半ぐらいから入れるとかそういうこともあるはずです。やっぱり大島は離島ということもありまして、新型コロナウイルス対策にはもう本当にかなり敏感に注意深くやっています。まあ、多分伊豆諸島とかどこもそうだと思いますので、訪れるときは本当ね、もう東京とかでもまあ気をつけるべきなんですけども、もう本当最新の注意を払ってねお出かけになってほしいと思いますね。
そして実際お風呂も入ってきました。まあお風呂の中はさすがにちょっとね、他の方もおられますんで撮りがたいんで撮影はしてませんが、中はこういう感じの施設、温泉の他にプールもついています。結構綺麗ですよね。だいたい温泉もこんな感じの雰囲気です。お土産物を売ってたりとかですね、それからお食事コーナーがありまして、早朝は基本的にやってないんですけど、でも練習出してって言ったら早朝から出てくるんですかね。まあさすがに食べませんが、朝から食事できるのはこれですね、朝食トースト、純セルフサービスとなっていますが、こんな感じですね。食パンとそれから卵などがついて600円という内容です。本当はこれにおかわり自由のコーヒーがつきますので、それが多分一番の魅力なんだろうと思うんですが、ちょっとねコーヒー飲むと手が震えちゃうんで今日はこれだけにしておきます。それからこれですね、ゆで卵、これね1個取ってもいいし2個取ってもいいということなんで、僕昔お金なかった時は必ず2個取ってましたが、今はもう1個で十分かなと思います。お食事はレストランみたいなところでできますが、ありがたいのはこのお座敷でね、もうこれがね御神家温泉のね一番のありがたポイントだとも思ってるんですけども、まあ、まずこれ全部食べるじゃないですか。で時間が余ったらどうするかというと、座布団を追加してここに敷設して、あと1時間ぐらい寝る時間がありますんで、よし、まあ寝るわけなんですけども、こうすれば眩しくもないですからね。これ昔ね、これ確かちょっと前までこれ横になっちゃいけませんみたいな書いてあったような気がしたんですけど、感じかったかな、そんな全然書いてないんでね、堂々と寝させてもらいます。そして本当にぐっすり寝ましてね、今8時半ですが、そして元町港をこの時間に出発するわけですが、まあ、本来であればねバスで行こうというふうなことを考えていたんですが、ちょうど今日緊急事態宣言が明けたところですけれども、まだ観光用のバスは、ほとんどが運休しておりまして、タクシー観光はね明日最初はしようと思ってたんですけども、今日もバスの代わりにタクシーで、まずは大島の真ん中にあります三原山に登ります。で今日は一番高いところに登りまして、明日はこの大島をぐるり一周してですね、まあ、内部とそれから外部の両方を皆さんにご覧いただくということです。タクシーはメーター料金で行く他にもですね、観光施設をこう巡ったりとかするのに貸し切りで利用することができるようにもなっていまして、複数名で行けば、ね、かなり便利だと思いますよ。レンタカー借りなくてもだいぶお安く利用できます。1時間5960円とかね、2時間だったら1万1920円とか、まあ、こういう風な料金が決まってまして、まあ、これは三原観光自動車さんのやつなんですけれども、だいたいねいろんなところでこういうサービスしているはずです。皆さんが元町港からバスに乗って三原山の山頂を目指すときはこの道を通ることになります。結構ね周りのこう岩みたいなところをくり抜いたりして走ってる、なかなかすごい迫力のある道なんですけども、今運転手さんがね降りていかれて、なんかこの辺りに面白い花があるって。こんなのある、あ面白いですね。へえ。でイカダのように花が乗ってる感じですから、はあはあはあ、花イカダっていうんですよ。へえ。白い花です。あこれ知りませんでした。つぼみですけどね。へえ。あほん本当にもっと大きくないんですけど。へえ。あこれ面白いですね。でちゃんと実がつくんですよ最後。はいはいはい。種です。この辺りもいっぱい入ってるんですね。いやどこにもあるっていうないわけではないです、はい、あじゃあもうちょっとこう探さないといけない。そうですね。へえ。大島は非常に椿が有名でして、椿の木がもうこんなこの左手に植わってるの全部そうですからね。で見えますか、いっぱいね花がついてるんですよ。見るものはたくさんあります。椿のお花、10月からだいたい4月ぐらいまで咲くそうで、一番の見頃が2月から3月だそうです。冬っていうとねあんまなんかこういう島とか行ってもあんま見るものがない観光のオフシーズンじゃないかと思うかもしれませんが、大島には椿がありますのでその心配は無用です。なんかね島内に、自分でなんか勝手に生えてる椿だけでね300万本ぐらいあるそうですよ。すごいですね。こんな風にもう勝手に生えてるんですよね。なんか椿ってみんな一斉に桜みたいに一瞬咲くわけじゃなくてずっと咲いてるんでね、なかなかそれで見頃が長く、行っても外れがないというわけです。さあやってきました。ここ道が塞がれています。ここがですねバス通りでして、三原山に登っていくバスはみんなここを通ることになるんですけれども、この塞がれている何か意味ありげな道をこれを見るとですね、まあ、ここにこんな風な地図があるんですが、現在地ここでして、これからねバス通りをこうやって辿って登山道路をこうずっと車で行きますので、そしてこの三原山頂口というところまで行って三原山見物をすることになるんですが、まあ、実はですねこっちにこういう風なより近道ルートみたいなこういうのがあるんですよ。まあそれがこれなんですけども、昔これはね有料道路として、一般の観光客が通ったりバスが通ったりしていた道だったのでした。でも現在はとりあえず使われていませんで、このような通行止めになっています。でこれは
この有料道路はですね、1981年かな、今ちょっと、ね、正確なあの年号が分かんないんですけど、多分昭和50何年とかだったと思うんですが、三原山があのもう歴史に残るような大噴火をしまして、もうそれはもう全国でね、あのずっともう中継されたりしてすごいことになってたわけですが、その三原山の大噴火でですね、この辺りでもまたちょうどこの道が通っていった有料道路の途中からあの噴火したりとかしてですね、溶岩流が流れたりとかして道が破壊されてしまったので、現在では通行することができなくなり、このような状態になっているわけです。まあ、島っていうのは大体こう火山がね噴火したりとかして、それであの土地ができたりとかするわけなんですけども、ちょうどまさにね美しい伊豆大島も綺麗な景色とともに、そしてまた大きな活動する火山があるということで、ね、それがねこの見どころの一つかなと思います。そしてこの通行止めになってしまっている道のね、この麓側については今通れないんですけれども、逆にこの山頂側からこれを下ってくることはできるんですよ。だからこの辺ぐらいまではね、上から降りてくれば行けるんですよ。ということで今そこまで行ってみようと思います。タクシーの運転手さんがおっしゃるには、もう大島はね植物が豊富らしいですね。すごいしっかりしてブドウみたいなお花ですね。これはね八丈キブシというそうです。八丈島の名前がついているんですが、それなぜかというと、これもタクシーの運転手さんから教わったんですが、あの大島では噴火が昔から多かったので、なんか植物とかを発見するのが難しかったらしくて、八丈島で先に発見されたんで八丈島特有のものだろうというふうな、ね、感じで名前がどんどんついたそうです。しかし本当大島の椿は素晴らしいですね。空気のように咲いてますから。これは椿じゃなくてサザンカらしい。僕にはね、なんかパッと見ると椿に見えてしまうんですけど、まあ似たようなやつですからね。常緑の植物ですので、大島では一年中花盛りですが、しかしその代わり紅葉というのはあまりないそうです。咲いていて、またもう散ったのもあれば、これから咲くのもあり、見頃が長いというのはよくお分かりいただけます。皆さんのご予定に合わせて好きな時においでになれます。あ、終わりにしてはでもなんかまだいっぱい咲いてるみたい。あ、あれは椿か。これあ、こっからがサザンカなんですね。あ、なるほど、サザンカ終わりですか。今ですね、海抜500メーターぐらいのところだと教えていただいたんですが、この左手に大島温泉ホテルがあります。また帰り立ち寄るんですけどね、向こうもすごい椿だな。大丈夫です、ありがとうございます。あ、通行止めのやつがありますね。椿のレッドカーペットをお楽しみいただきながらですね、さっきのところなんですけど、通行止めがあって、あれはなんか噴火活動とかに備えてるものなのかな。まあそうではなくて、この噴火とかね、ある程度あの予測とかもしてるんですけども、あれはあの雪が降った時、まあ、ほとんど降らないらしいんですが、この三原山の結構高いところまで来るとたまにね降るということもあるそうです。でそうなったら通行止めになるんで、そのためのゲートだと。先ほどお話しした割れ目加工のドライブウェイがですね、破壊されてしまったその河口の近くは新河口展望台バス停です。まあ、今はここまでは多分バスは来ないと思います。タクシーだけだったと思うんですが、ここからねこういうふうに三原山をまず見渡すことができます。三原山というのはあの後でまた説明しますけれども、カルデラ式の山になっておりまして、あの外輪山があった後、その内側にまた山があると、まあ、二重式の火山ですね。外側にあのまずドーナツがあって、そのドーナツの真ん中にプッチンプリンしたみたいな感じの山だと。でそれがあの一番で分かりやすい例えだと思うんですが、山頂まで今日はくっきりと見えます。三原山の噴火はですね、確認していただいたらば、あの昭和61年1986年ということでしたが、まず山頂が噴火をしまして、続いてここに大きな穴が開いていますけれども、ここが新火口だそうです。ここもねまた噴火して、だん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 その火口が降りてきたんですよね。でそして今度はですね、ここからちょっと降りたところにある割れ目火口がまた噴火したと。でここからまっすぐ行くと山頂なんですが、そうではなく、もうねこっから先は行ったことは実はないんですが、昔有料道路としてやっていて、現在では火山で破壊され下のところまでは繋がらなくなってしまったけれど、でもその代わり割れ目火口をすぐ目の前に見ることができるかつてのドライブウェイを進みます。まあ、バスはここまでは来ませんけどね、あのここへ来るときは歩いてあの来られるといいと思います。そんなにすごい時間がかかるということはないと思います。やっぱ噴火の時からここはねもうそんなに車の通るような道じゃなくなりましたから、他のところと比べると多少デコボコになってるみたいですね。道路が噴火したっていうんだからすごいですよね。この今ご覧いただいているこれが割れ目火口という第3の噴火口です。道はここまでは普通にあったんですけども、
ここから先はね、もうなんか跡形もなくなってしまってるそうです。で、ここで噴火して、その火山のマグマがね、あそこの上のところからもっこもっこ出てきて、こっちへ落ちてきたらしいんですが、なるほど、火山から出てきたらしい石がいっぱい落ちてますね。僕が歩く音も、随分軽いシャリシャリっとした感じでね、中身が割とスカスカになってる火山から出てきたものなんだなってね、歩くだけでも分かります。結構ね、気持ちがいいですよ、歩いて。ちょっと掴んでみますか。おお、軽いな。こういう感じです。この割れ目火口っていうのは何箇所かまたこの辺りであるらしいんですが、へえ。ちょっとね、完全に覗き込むことはまあ割と難しいですが、なるほど、ここから噴火したなってことはよくわかります。いわゆる普通に噴火口ですよね。向こうに伊豆半島、富士山もだんだん見えなくなってきましたが、まだ一応頭が出ています。まあこんな感じでね、富士山だんだん見えなくなりますんで、見るんだったら大抵朝のうちですね。ドライブウェイが噴火して、こんなにたくさんものをですね、バン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 外に出して、大きな噴出物の山を作ってしまいました。この火口はいい展望台にもなりますね。真正面が伊東かな、さっき紹介しました大室山周辺、伊豆高原が見えます。なんかさっきタクシーの運転手さんから聞いたんですけど、ここのドライブウェイ最後その警備してた時にですね、おまわりさんが最後、警察官の人たちが大急ぎでここを駆け抜けて、でそして避難していったらしいんですが、もう最後の最後にここを抜けた人たちはね、なんかここのドライブウェイがなんかもう道が変な形で盛り上がってたみたいな、そういう風に話したそうですよ。ただそのじゃあ大島は噴火が危険かもしれないから来ない方がいい場所なのかと言いますと、まあ、実際にですね、大島は結構世界的にも珍しい代表的なゆっくり噴火するところだそうでして、人間が歩くぐらいの速度で上からね、火砕流っていうんですか、これがもたーっとこうなんか溶岩が出てくるらしいんですよ。だからまあ逃げた方がいいんですけど、別にそんな大急ぎでもう噴火してすぐもうなんか時速何十キロとかね、200キロみたいな新幹線みたいな速さで溶岩がすっ飛んでくるとか、そういうことはね、前の噴火でもなかったそうです。もうドライブウェイは破壊されてしまいましたが、まあ、その廃道がこのようにですね、今でも一応つながっていまして、これをずっと辿っていくとさっきの反対側の通行止めのところまで行けるそうです。でこの辺り火口が何箇所もありますんで、さっきそこにあるこのね、この木が真ん中途切れてるここに穴があるんですが、この火口を見たんですけど、今度ねこっちに来るとこれですね、ここがまたねちょっと地面の色が赤くなってたりするわけですが、多分どっかこの下のこの辺りにもね、くぼんでいて火口になっていた場所があったはずですよ。でここの方が色が赤くなっていて違うのは、まあいろいろなんか理由はあるらしいんですが、今教えていただいたのはね、ここからこうボンボン出てきて、で急激に冷やされると鉄の成分がこう赤く変化したりするそうです。やっぱ軽いんじゃないですか。あ、随分軽いわ、中身スカスカですね。本気でブワーンとかやったらバラバラになっちゃいそうです。ちょっと先の方まで進むと元町の周辺が見えます。まあ元町港はこっちですね。さっきね、僕が寝ておりました五神館温泉がこれです。で海岸線沿いに見るとやっぱ目を引くのはこれですよね。飛行場があります、大島空港。今の滑走路がこれで、なんか手前に廃止になった滑走路が、なんかこれ×が打ってある滑走路がありますけど、これが1944年に完成したなんか陸軍の作ったやつだと、そういう話を聞きました。三原山はさっき言いましたように外輪山とそれから内側の山と2段階になってますので、山頂からではね、全部真下を見渡せないようなことも、まあ、結構あるんですよね、まあ、場所にもよると思うんですが。なのでこれは初めて見た光景だな。ところどころ白くなってきていますけれども、大島桜がですね咲いているからです。大島桜でもなんかすごい長く咲くみたいですね。3月ぐらいからもずっと咲いてて、で4月の中頃まで割と桜の中では長く楽しめるものだそうです。行くところ行くところいくつもね火口があって、見ていて面白いですね。ここなんかかなりもうはっきり火口だと分かります。木はだいぶ伸びてますけれど、まあ伸びてるなら伸びてるなりにね、先ほどからご紹介している八丈木節が大島の海風に吹かれて、よくその花を見せてくれてますよ。山麓側に来るとだんだんね、もう人が来なくなっているのか、道が草にまみれてきてしまってますけど、すごいですね、こんなに大きな花がずらっとついて。こちらには天皇陛下御臨講の跡と書いてあります。でここからあとはずっと行くとさっきのところへね、また通行止めのところへ行けるんですが、これ通行止めになっている直接の理由は数年前にあった土砂災害、それの影響だそうです。
あ、これか。ちょうどここでいい感じにまた咲いている椿の木がありますが、これですね。今ね、中に入ることはできませんが、いや、まあまあできるかもしれませんが、別に入ることないと思うんですけど、ここには消えてますけど駐輪場と書いてあります。ドライブウェイ時代にここまで来て、なんかバイクとかをみんな止めてたのかな、わかんないですけど、なんか今ね見つけていただいたんですけど、飛んでるんですよ。ヘリコプターか、あれはなんだろうな。自分の真下にヘリコプターが来ているとは、ずいぶん新鮮な眺めです。他にも熱海港からやってきた東海汽船のジェット船ですね、これね、セブンアイランド友だ。後ろにね、白いを伸ばしてバンバン海の上を80キロで進んでいきます。まあ、あっという間にこっち着いちゃいますね、ちょっとぼーっとしてたら。さて、タクシーで連れてきていただきました。ここがですね、三原山頂口、バス停大体あの辺にありまして、バスで来ると、まあ、こういうところに泊まるわけです。標高のだいぶ高いところにありますが、それでもね、こういうふうにあのお食事どころ、この茶屋とかそういうのがありまして、で確か椿天丼っていうのがこのメニューであったな。そうそうそう、あの毎回ここへ来て食べました。椿油で揚げた天丼とかね、そういうのいろいろ名物らしいものを食べられます。これやってるのかな、緊急事態宣言中はやってなかったんですけど、もしかしたら今日からやってるのかもしれないね。この山頂付近になりますと、随分気温も低くなってきます。これこうやってね、さっきの教えていただいた花いかだなんですが、まだ開いてないですね。でも確かにこういう風に葉っぱの真ん中にこうつぼみがあって、まあ、これからどん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 大きくなるわけですが、なるほど、面白いですね。こうやって花が咲くんですね。こんな初めて見たな。こんな標高の高いところ、ここはですね、こっちも御神家茶屋があるんですが、こちら、はい、こうですよ。外側をぐるりと取り囲むドーナツから真ん中に乗っております大きなね、これこそあの本体の三原山、これを見ることができる、ここだけでもなかなか素晴らしいところです。ちなみにさっきからあの僕、御神家と言って、温泉もあの御神家温泉、ここも御神家茶屋というのがあるわけなんですが、御神家というのはあの要するに英語にするとファイヤーオブザゴッドになると思うんですが、あのここからね、吹いてくるこの火山の火ですね、それはあの、まあ、信仰の対象としてあの御神家というふうに呼んでるそうです。三原山こういう風になっていまして、真ん中が実際の火口なんですけども、この周りにぐるりとこう取り囲むような感じで外輪山があり、現在そこにおります。で、まあ、前にここへ来た時もね、登ったこと1回あるんですが、結構見どころの多いところですので、まずすぐに登るのではなく別のところを目指します。登山のメインルートはこっちなんですが、なかなか面白いですよ。今から行くのはね、こっちで、しばらく、まあ、しばらくてもほんのちょっとだけ進んだところなんですけど、これはすごいですね。昔はあのここは山のもう地下深くだったわけですよね。あそこからこうずっと上の方にですね、山があったんですが、あのそれがもう太古の昔に噴火をして、あのこの地下のものがなくなったんで、空っぽになったところがベコーってへこんで、それで現在のこのような空洞がね、大きくできているということになります。山頂はこの左方向なんですけど、こっちにも山があるっていうのが面白いカルデラの特徴ですね。この辺だと他に似たような地形として箱根があります。動物もいるみたいで、こうやってね、珍しい足跡があるんですけども、人間の足跡はもっとこれ大きい、そして割と薄いものじゃないですか。これは多分あの鹿的なキョンなんじゃないかという話でした。だからあの大島公園という動物園、無料の動物園が大島にはあるんですが、その大島公園がね、あの昔なんか飼ってたキョンが逃げ出したりとかしたらしいです。他にあのリスも逃げ出したことが確かあったと思うんですが、そういうのは結構あってね、この面白い動物に遭遇するということも中にはあります。これすごいですね、龍安寺の石庭もびっくりじゃないですか。こんなの僕も初めて見に来ましたよ。こういう風に足跡がやっぱあるんですか。こっちに蹴ってるから、多分ここからこう来たんでしょうね、これね。でなんかどっかあっちの方に行ったみたいですわ。こんな険しいところでも頑張ります。たくさん落ちている石ですが、まあ、これは火山から吹っ飛んできたものなのかなと思ったら、まあその可能性もあるかもしれないんですが、あの上のところにね、壁が何かの衝撃であのバラッと崩れてきて、それで落ちてきてこの辺に止まったものであるかもしれません。向こうにですね、ずっと外輪山が続いてきたんですけど、ここになると急に石垣になります。これはね、昭和25年に作られたものだそうです。それも急ピッチで大急ぎで緊急的に作られたものだそうです。これ何でもね、
あの噴火で溶岩がこの辺までなんかダラーっと来たらしいですよ。で溶岩はあの超遅いから別にすぐどっか行っちゃうものではないんですけど、ただやっぱり高温なんであの安心して見るものでもないんですよ。でもともとなんかここがだけがなんかくぼんでいたらしくて、でもしもねこっから先その噴火の時に溶岩が向こうの方へ行ってしまうと、そうするとまあ大変なことになるじゃないですか。それを防ぐためにここに急遽この立派な壁を作ったそうです。なるほどね。それでただまあ万が一噴火したりとかね、何か危険なことがあったらどうするのかというと、まあ、これからいっぱい登場すると思うんですけど、こういう風なね大きな穴がありまして、もう何かあったらこの中にとりあえず避難することもできるようになっています。でこういう風にですね、あの噴出してくるものがありますので、火山礫、火山弾、そういったものがあのボーンと飛んできて、で当たったら大変なことになるわけですね。でそういったものからとりあえず身を守るためにああいうのがあるそうです。一応元の場所に戻しておこうかな。ここね、富士箱根伊豆国立公園の中にありますので、こういうのあの持って帰ったりしたらあの問題になる可能性があります。景色はさっきまでと似てるんですけども、しかし木がね随分目立つようになってきました。これもねやっぱり理由があるんだそうで、今教わったんですが、あのここは、昭和61年の噴火の時にここまではね あれが溶岩流が来なかったそうです。で木がその時に枯れなかったんで、ずっとこういう風に残ってるんですね。だいぶ来ました。あそこがスタート地点で、まあ普通はねこの辺のこういうところを行って、そんでこっちにある山頂を目指すんですよ。みんなもう上に上がってる人がいますよ。これ見えますからね、こっからあそこにほらいっぱいゾロゾロ歩いてますよね。頑張ってます。あそこは定番コース、こっちはね、まあ、ちょっとマイナーコースなんですけども、こういう険しい斜面をねずっと登っていくとこういうのがあるんですが、これは戦時中に書かれたものだそうです。太平洋戦争の時期には確か大島にも高射砲が置かれたんだったかな。で、本当戦争の最後の最後には本土決戦の前線基地としてもおそらくはそのまあ戦場になるだろうということも想定されていまして、ここに部隊が、守備隊が配備されていたらしいんですが、この人たちがね必殺必勝とこの岩に刻み捨てた当時のものがそのまま残っています。後期2605年と書いてあります。1945年のことですね。ここにね磯兵団というふうに書いてあるそうなんですが、これは要するに大島に配属された部隊のその名前だそうです。こういう高いところ外輪山のね上のところから立派な三原山のカルデラを見渡します。向こうの端までずっと外輪山が取り囲んでいます。降りてくるとこの辺からもう昨日の雨降った流れもあるのかもしれないですけど、わかります？鳥取砂丘でね前に紹介したみたいな風でできたと思われる波が立っています。風紋じゃないかなと思うんですが、大島はやっぱ風が強いところですんで、こういう風なものができてですね、そして今日はすごいですよ。この風紋の向こうにこれは珍しい景色だそうです。相当珍しいそうですが、幻の池と呼ばれるものが現れています。昨日東京もそうなんですが、大島も結構強い雨が降りましたので、ここに巨大な水たまりができています。かなり大きいです。ここに降った水が染み込んで、でどんどん地面に入っていってですね、また大島の別のところで湧き水として現れて結構いい飲み水になるそうです。それが島の飲料水として使われているとかいう話です。なるほど、確かに染み込んでるのか蒸発してるのか、まあその両方だとは思うんですけども、結構この辺はまだねぬかるんでいます。この辺りはもともと表砂漠と呼ばれていまして、今でもその名前はあります。で実際この砂漠みたいな模様とかもいっぱいついてるんですけども、だからまあ今はねもう噴火の影響でこの辺りの様子も変わっていまして、まだもっとねそれ本当に砂漠らしい東京唯一の砂漠と呼ばれるようなすごいところがあります。そのすごい砂漠は実はね今日三原山に来てるんですけれども、山の反対側になりまして、明日ねまたタクシーで行くということになっておりますので、動画の後半の方でお楽しみください。さあそしてですね、外輪山の途切れているところへやってきましたが、いい眺めですね。これがね南方の景色ですよ。あちらに伊豆半島がまだ霞んでいますけれども見えます。次のお隣の島、豊島と無人島のウトネ島、それから飯島、式根島、神津島などが重なっているのが多分見えると思います。ここにですねコンクリートで作ったような施設がありまして、もう何も残ってはいないようなんですが、こう廃墟的なものがあるんですよ。これなかなかね面白いですよ。大島ってもうすごい戦前から観光地として大勢訪れていたところでしたので、もうこれはね戦前のここにあったね観光施設です。今もここまで来る観光客っていうのは、あのそうたくさんはいません。あんまメジャーなところではないんですが、昔ここからね多分ここを進んでたんじゃないかな。戦前に滑走台というジェットコースターみたいなやつがあって、
で、これでもう山麓のずっと下のところまでね、さーっと滑っていけたらしいんですよ。でそれは戦時中にあの金属の回収令が出て、で、いろいろあの飛行機とか作るのにね、もうみんな持っていかれてしまいましたので、で現在ここには残っていないんですけれども、あったら今でもすごい観光の目玉になってたんじゃないですか。まさに外輪山の上のあたりですけども、これすごいですね。もう三原山の形が変わってます。角度がだいぶずれてきましたからね。すごい景色がありますよ。ちょっとギリギリまで行くと今追い風が吹いてるんで、落ちて死ぬかもしれないから、ある程度この辺までで留めておこうかと思うんですけど、本当に断崖絶壁だな。すごいですよね。三原キャニオンという別名もね、付けたそうです。赤だれというところ。息を飲む壮大さ。こんな壮大なスケールの大きな場所が、大島にあったとはね、僕も知りませんでした。追い風なので非常に怖いんですけれども、しかし本当に素晴らしい景色ですね。やっぱりね、酸化鉄の成分、まあ、多分火山成分が関係してるんだと思うんですけど、最近噴火したような場所ではないそうですが、このように真っ赤なサビの色になっています。でもサビというほどなんかそんなくすんだ色じゃないですけどね。風がこう時折強く吹くんで気をつけながらね。向こうにこの山の麓のところ、白々とやはり見えておりますのが、まあ、ちょうど見頃に入っております、さまざまな大島桜たちです。向こうには、この先の伊豆諸島、ここまで歩いてくるの、ちょっと大変だと思いますし、あんま一般的な、ね、ルートではないと思うんですけど、いい見応えのあるところですよ。さて、続いては実際にメインルートの方に入って山頂へ上がるんですが、この辺ですね、なんか不思議な石がいっぱい落ちてて、これ火山の石なのかなみたいな、よくわからないようなものもね、中には混じってたり、そういうのは結構、ね、面白いところです。石が妙にゴロゴロしてるところですね。溶岩ゴロゴロしております。ちょっと、ね、ゴツゴツしてるんで滑ったり、溶岩これに登れると思ったら割れちゃって落ちたりしないか気をつけた方がいいと思いますが、ちょっとね、登山道がどこにあるかとかがあの難しいところだと思うのと、見どころが結構いろいろあって自分一人では気づかないような楽しみがあると思うんですよね。で、そういうのに備えてあのガイドさんというのをあのやられている方がおられますので、あの時間単位でなんか数千円とかね、そういうぐらいの価格帯からやっていただけるそうなんで、今日はねガイドさんはあの出払ってるらしいんですけども、まあ、本気で三原山はねたっぷりと楽しみたいという方は事前に多分予約とかされた方がいいと思うんですけど、そういうのすることをお勧めしますよ。だいぶ歩いてついに舗装された登山道に来ました。やっぱありましたよ、これですね、対比口。周りにあの石がねバンバンありますが、あれは多分普通に固めてるだけだと思うんですが、もしもなんか山が膨張してモコモコなんか言い出したら、とりあえずあそこに逃げ込んで石が飛んでくるのからね、逃げないといけません。さあ、この辺で今ね風が外輪山に囲まれてあまり強く吹かないところですので、ウイスの鳴き声と溶岩を見ながらですね、こういう風なあのテーブルがちょうどあったんですよ。で、ここでお昼ご飯、お昼ご飯はねお弁当です。さっきの五人家茶屋のところとかで、ね、当初食べるという計画もあったんですが、やっていないという可能性が非常に高いということで、まあ、今日もしかしたらやってるのかもしれないですけど、昨日までね多分やってなかったんです。で、お弁当ねいただきました。これはあの元町の、和風の歌と書いてあの和歌さんでね作ってるお弁当だそうです。大島キムチの素というのをお土産にいただきました。非常にスタミナをつけてくれる味です ね。島海苔がまたいいです。普通に海苔なんですけど、いわゆるあの海苔みたいに一枚のあのパリパリした状態にしてなくて、まあ、海苔のままもうそのまま取ったまま干物にしたみたいな感じの、まあ、そういう風なものでパラパラパラと入れて使う、まあ、大島の、ね、お土産の定番です。もうこういう海苔の方が使いやすくて美味しいと思うんですけどね。まずねお弁当は全部食べちゃったんですが非常に美味しかったです。冷めても美味しいっていうのがねまた良かった。このキムチ多分これを使ってこんな感じで作られたやつだと思うんですけど、大島高校のね、農林科ってもう結構すごいところらしいんですが、あの元町校と岡田校の間にあるんですよ。でそこで豚キムチを食べたい、そんな些細な気持ちが始まった、本当に些細な気持ちが始まったんでしょうね。であの大島の食材を使ってですね、こういう風な、ものをいろいろ作られてると。この海の精っていう塩はあの僕ん家でも前よく使ってました。今も、ね、多分あると思うんですけど、大島の塩ですねこれね。大島は結構ね辛いもののなんか食べ物が多いような気がします。そう、他にもあの別香っていうのがあるんですけど、これもあの行ったらね、あの多分皆さんもあの大島でいろいろ食べる機会あると思うんですが、これあの魚はちょっと辛めの青唐辛子とかそういうのをね使って漬け込んだやつなどいろいろあります。これさすがなんか手作り感があっていいですね。写真が反転したんだな。多分その方が見栄えがいいと思って反転したんでしょう。したよ、先ね、ここからずっとこっちの方まで行って、もう見えなくなるぐらい彼方のところまで行ってから今度またこちらへ戻ってきて、今おなじみの登山道をたどってですね、
いよいよ山頂、本当の山頂を目指して登っているところです。お疲れ様です、ちょっと一休みしませんか、素晴らしい眺望をご覧くださいと書いてありまして、そう、このようにこちらにもまた素晴らしい眺望、一番最初に皆さんに見ていただいた、1986年の、昭和51年の噴火ですね、その時にね、ここから噴火したそうでして、それでこのように盛り上がっています。まあ、反対側の展望台のところから先見ていただきましたが、そこから見ると穴が開いているのも見えるそうです。これが大島温泉ホテルですね、今日の目的地です。あそこまでぐるーっと今から山頂を経由してまた降りていくということになります。こういうのがありました。なんか信号機みたいな感じにも見えますけど、これはね、なんか電波の反射を拾ってるらしいです。今教えていただいたんですが、実はさっきあの赤だれとか見に行った方にもこういうのあったんですが、多分あの辺から出てるらしいんですけども、発射された電波、その電波の量などで、ね、これで観測して、で量があの減っていったりとかすると、あれ、じゃあいつもよりも電波の量が少ないということは障害物が増えた、あれ、これはもしかして山が膨張してるんじゃないかとかね、そういうふうなことをね確認するそうです。で膨張すると噴火の前兆である可能性がありますので、やはり注意したい警報が出たりということになるそうです。いよいよほとんど山頂です。これ石がゴロゴロしていて何も入っていないようなところがところどころにありますけども、基本的にね、前回の35年前の噴火、その時に溶岩が流れ出てきたものがそのままこう残ってるそうです。だからあまり草とかも生えてないらしいですね。この辺はもうすぐ近くに火口がありますから、出てきたマグマがねこの辺だらーりと冷えて固まってこのような光景になってるわけです。一個下のところにも別の火口があるわけですが、あれもまたねマグマがあの前に前回流れてそこにあった植物などを全部枯らしたその跡がやはりこのようにはっきりと見えるようになっています。ということで、もう前に噴火した時はこの辺りはもうほとんどね溶岩に埋め尽くされてしまったような場所なんだそうですが、なんと右も左も溶岩というこの場所の中でですね、唯一ここから元町方面を見下ろすこの三原神社の鳥居がですね、なんとたまたまなぜか分かりませんが、溶岩の直撃を避けて、そして完全に、ここにですねずっと残っている、今なお健在だという、これすごい七不思議の一つとかになってたんじゃなかったかな確か。でさらに鳥居だけではなくて、神社のもうそのものもですね、社殿も普通になんか残ってまして、ここまでマグマが来てるんですけど、ここは持ちこたえたみたいなんですね。すごいですね。この書いてあります、三原神社はこの昭和の大噴火による溶岩流もなぜか神殿を避け直前で両側へと流れを変えている、これこそ古代からの信仰である御神化のなさる技ではないだろうかというふうに書いてあって、これは確かにすごいね。ここまでは溶岩が流れてきてこの辺も多少多分破壊されちゃったんだと思うんですけど、ギリギリのところで、あ、ここはちょっとだけ、ね、当たってるんですが、なんとか行ったんですね。すごいですね。ここはちょっと当たっちゃってあれなのかな、多分焦げちゃったとか壊れちゃったんだと思うんですが、でもこの木製部分など健在ですよ。でここを避けた溶岩はそのままここからねずっと下の方に下ってあっちまで行ってるんですよ。あんなに広範囲をね焼き尽くしてしまったのに、なぜかこの神社は無事だったっていうんだから、確かにすごいことだ。これはもうなんか面白いですよね。ゴジラに見えるということでこんなに立派なものが置いてある、まあ、置いてあるっていうかたまたまこうなったんですよ。別に作ったわけじゃなくて、これも溶岩がこういう風に固まったそうです。他にもね、僕が知ってるのでは秋田県のなんか男鹿半島にもゴジラ岩ってあるらしいんですけど、大島の元町のところにも立派なゴジラの形で岩があってですね、五神館温泉のところにあるらしいんですが、それはね掘って作ったやつだそうです。これは本物っていうか何もしないのにゴジラに見えるやつ。結構溶岩特有の面白いものがいろいろあって、まあ、例えばもともとそこに生えていた木を溶岩が破壊してしまってですね、空洞になっているものとかあるんですけど、これは表面だけが冷えて固まってこの真ん中のところをマグマがねドロドロドロと抜けていったらしい、こういうトンネルがあるんですよ。でここにちょうど、ね、今見つけていただいたんですが、島の名物のアシタバ、これすごい美味しいんですけど、アシタバが生えておりますが、こういうような、ね、溶岩トンネルだけではなくて、さらに地下から溶岩が抜けたりとかしてですね、こんな大きな穴になっている場所もあります。これすごいですよ。落ちたら大変なことになりますんでね、もう細心の注意が必要ですが、こんなもうね地底深くまで、この深さは動画でお伝えするのは難しいかもしれないですが、多分5メートルぐらいはあるんじゃないかな、いやもっとあるだろうなというぐらいのとんでもない大きな深い穴になっています。こういう感じですからね。これをホルニトと言いまして、そこに案内が書いてありますので、河口周辺を回っていけば見つけることはできるかと思います。
幻の池が見えますね、上のここからね。ちょっと小さくなったような気がするけどな。植物の種類が多いので、それ変なこういうのもまた見られます。これなんですかね、今のところわかんないですけど、100円ショップとかなんかこのままちぎって売れそうですね。山頂、本当の一番高いところはもうだいぶ近くになっています。こちらがですね、山の中心部分なんですが、わかりますか、大きな穴が開いて絶壁になっていますね。これが三原山の一番上の火口です。前にも行ったことはあるんですけども、今その周りをねぐるりと一周1時間ぐらいのコースを歩いておりまして、でそこからね見下ろすと火口の一番下を楽しむことができます。これですね、地熱がちょうど湧いていて、大島三原山が今でも生きる山であるということよくわかります。まあ、35年周期で噴火するというふうに言われているそうでして、ちょうどですね前回の噴火からなんと今年で35年目だそうです。今のところは兆候とかないそうですね。三原山の山頂をお鉢巡りをしていれば、どこだっけな、あったった、これだ、昔の滑走台の跡地も見えますよ。こっちから見えるんですね。さっきの三原キャニオン赤だれもここから見えるんですが、ちょっとここからが小さいですね。少しある赤いなっていうのが分かる。やっぱあれはそこまで行った方がいいかもしれませんが、本当にちょっとね風が吹いたら危ないと思うんで気をつけてください。それからね、これが、あ、そうですね、サルビア丸が帰ってきてます。今日はどこまで行けたのかちょっと分かんないですけど、ともかく帰りの神津島まで行った戻りはですね、もう式根島も新島も豊島も通過ということになってまして、一路大島岡田港へ今向かっているところです。もちろん今日は海が多少波高いですから、向こうの、ね、元町の方にはつけることができません。今から大島のこちら側を、ね、ぐるりと回って、それで岡田の割と落ち着いた港を目指します。で、多分ここが一番三原山のダイナミックな景色だと思います。僕もまだ見たことがありません。おー、あ、すごい、あ、これは来てよかったわ。火口の一番底のところまで見えますし、もう皆さんも映像で感じていただけると思うんですが、こうね煙が立ち上っているのを見ることもできます。これちなみにね、場合によってはこの中に霧みたいなのが立ち込めていて覗けないという場合もありますので、まあ、そこはねちょっと注意が必要なんですけど、どっかなんかねあの辺にあるんですよ、展望台みたいなのが。でそこら辺はあんまそこまでは覗けないんですけど、一応行くとここに雲が入ってるかどうかぐらいは分かりますんで、それである程度ね下見するのもいいかもしれません。今日は明らかによく見えるんで、もう一番上まで来ました。いや、すごい景色ですね。何も遮るものがなくなりましたので、とても強い風が吹いています。たくさんお湯が湧いてきておりまして、あ、お湯じゃない、煙がねどんどん上ってきておりまして、これが今ここからは見えませんが、向こうの方にあります温泉ホテルの、まあ、お湯とか五神館温泉のお湯とか、そういったものに多分なっているんじゃないかと思います。大きいですね、火山弾がありますね。火山からねこんなものが多分飛んでくるんじゃないかと思いますけど、まあ重いですけど見た目よりは軽いかな。本気出せば下まで持って帰れなくはないかもしれませんけど、まあこんなもん持ちたくはないですが、こちらにもですね広大な、こうさっき紹介したねあるんですけど、どっかなんか その辺りにですね、昔の日本航空としてまだなんか やり始めたの、なんかそれが戦後すぐぐらいの時に木星号という飛行機があったんですが、なんとですね視界がよく見えなかったから何かで墜落してしまったという事故がありまして、それがちょうどこの三原山に激突してしまったそうです。この辺りから見えるのは裏砂漠、先ほど表砂漠をご紹介しましたが、こちらはまさにですね地名でも砂漠というふうになっているそうでして、行こうと思えば多分東京都心から日帰りで行くことがまあできるんじゃないですか。宿泊した方が落ち着いていると思いますけど、お鉢巡りで見られるものは結構たくさんありまして、これすごいところですけど、こっちもまた火口があります。限度はこれぐらいみたいですね。これより先は多分危険なんでしょうが、これは2度目に降ったということで、最初にタクシーで登っていただいているときに多分どっかあの辺から見たはずです。でこれから温泉ホテルからもねまたこちらを見返すことができますが、大きな小長の火口のようですね。これから出てきたものがこちらにうず高く詰まってまた山になっています。吹き上がった溶岩のしぶきは高さ約1500メーターまで達しました。それはこんな山もできますよ。さあこれからはもうひたすら下山です。山頂口のところから一旦外れた後、横からこうまた戻ってきてね、でこうぐにぐにぐにとこう急なところを登って、そして今お鉢を巡ってきましたが、このまま戻るんじゃなくてまたこう別の行き先があるわけですよ。
これいいですよね。同じ景色をね2回見なくて済むってなかなか贅沢なことだと思います。テキサスコースってのはあんま人の行かないところだと思いますが、大島温泉ホテル方面へは割とハイキングのお客さんが多いそうです。この温泉ホテルへ抜けるところからも下から火口を見上げることができます。こうですね、この木の大きさを見ていただくと火口のスケールの大きさが理解いただけるんじゃないですか。もう本当にコースによっていろんな姿のあるのが三原山のいいところです。多分この辺りは前回の噴火で結構もう草木がね耐えたんでしょうね。そこをもう一回これ早く生えてくるようなものがね、今ススキとかが生えていて、まあ、こういう風な状態になってますが、随分変わった形の岩もあります。人間が積み上げたわけじゃなくて元からこの形だってのはすごいですね。どういう経緯であの形になったのかって気になりますけど、右手いつか森になる道と書いてあって、まあなんかなりつつあるような気はするんですが、火山の影響を前は受けなかったのでこういう風にそれなりの密度になっていると。この左手は木漏れ日トンネルということですが、なるほど、確かにこっちはもっと前から火山の影響を受けてないんでしょうね。だからしっかりとした森になっています。そして久々に椿の木もありますね。まだつぼみのやつもあれば、もう落ちてるやつもあります。落ちてるのもまたねこれはこれ綺麗だと思うんですが、こういうのが見えるようになるともうほとんど下山したなという感じ。まだ山の中腹ですが、はあ、温泉ホテルまであと 200m。 いよいよもう山麓という雰囲気になってきました。最後ちょっとだけ温泉ホテルの入り口まで上り坂だそうなんですが、着きました。大島温泉ホテルまで徒歩でね、なんとね全行程14キロほどあったそうです。あのさっきの山頂口のところからねタクシー降りてから、まあ普通にね三原山のみんなが行くようなところ行く分にはここまで大変じゃないですよ。いろんな選択肢がありますが、今回はだいぶどっさり歩いてみました。こういう感じのクラシックなホテルで、お部屋はね和風なんですけども、温泉ホテルはぜひ皆さんあのお出かけになるんだったら大島の三原山のお帰りにね寄られるとよろしいですよ。日帰り入浴もやっています。下ですね、あ足がここまで来てももう疲れたって感じがします。いつもは撮影はダメなんですけども、今回は特別にねお許しをいただいています。ここは脱衣所です。雄大な三原山を望む源泉かけ流し温泉、地下300メートルから汲み上げた源泉を一気に3幅へ。そうそう、ここのねこの扉がなんかこうちょっと少しだけ硬いんですよね。今久々に来て思い出した、いい温泉ですよこれ。特に三原山にね登った後でしたらなおさらいい温泉だと思います。これです、この景色がこの大島温泉ホテルの売りですよ。よく晴れていないと場合によっては三原山の方まで見渡せないということもあるかもしれませんが、まあ基本的にはねよく見えると思います。この三原山の外輪山とかね、その内側のところとか、これ全部ぐるっと回ってきたわけですから、まあ大したもんですよね。こっちは裏砂漠かな、このね上のあたりをぐるぐる回ってきたわけです。で火山の噴出物に包まれてあんまり草木も生えていないようなところから、少しずつ草木に覆われているところ、他の火口などの脇を抜けて、だんだん植生が豊かになって、この樹海の中を最後は通り抜けて、息も絶え絶えにこの温泉ホテルにたどり着きました。まあ14キロなんでね、ああ疲れたーっていう感じですけど、ちょっと疲れたなーって感じではないですね。まあ覚悟がいりますが、あのいろいろなコースが本当はありますので、三原山自体はね手軽に訪れることのできるすごい初心者向けの山なんじゃないかなと思いますよ。地下300メートルからボーリングで組み上げて源泉かけ流しのお湯となっております。もう三原山を浮いて疲れた帰りは必ずここ。長く三原山の景色を楽しめるようにか分かりませんが、温度はぬるめに設定されております。あ疲れた、ちょっと霞んじゃってますけどね、ここのこのリンスインシャンプーとボディーソープなんですが、椿油成分をこのように配合したものとなっております。なかなかね使い心地もいいと思います。宇宙湯も結構いいですね。こっちの温度高かったかな、同じぐらいだったかな。向こうは女湯です。もうお土産屋さんとかもいいですよね、椿柄。それでお風呂出ますと、あとはですね、まあもともとこの時間だったら大島バスの運行が多分あったんですけども、今もう4月まで全部運休ということでして、
また三原観光自動車さんの、ね、お世話になります。せっかくタクシーで行っていただくんですからね、行きと帰りを同じ道じゃ面白くないということで、バス通りはこっちなんですけども、こちらにですね、五人化スカイラインというのがあります。私もね、一回もね通ったことはありません。すごい急な道ですが、その代わり景色はいいですね。ずっと海の向こうまで見えまして、伊良崎が伊豆半島の先端のところが若干見えるかな。なんでも三原山で万が一のことがあった時に避難する道が1個だけではまずいということで、この五人化スカイラインも作られたそうです。でバス通りは結構遠回りの道を選んでいくんですが、さっきのね温泉ホテルのところ、大島バス東海汽船グループのねバスが通らないわけにはいきませんので、それはああいう風になルートになってる。まあ観光地とか途中にあっちの方が多いのかな。距離はバスのルートよりもだいぶ短く、6キロちょっとしかないそうです。斜面の白い木々を見てください。全部の大島桜ですよ。今の桜、ソメイヨシノなどの元となった桜だそうです。いっぱい咲いてるんですよね。結構お花の山ですよね、三原山ってのも。大島至る所でだいたいいつでもなんかは綺麗な花が咲いています。もう綺麗な新緑も始まっています。あ、そうなんですか。同じ品川ナンバーでも自賠責が安いんです。へえ、あ、そういう違いがあるんですか。事故率が少ないってのはでもどうしてなんですかね。あの、踏切ないですよ、高速もないですからね。はいはいはい、で車も少ないですから。ああ、まあなんかその出会い頭みたいなあんまなさそうですよね。 そして今すっかり山を下りまして、目の前にありますのが火山博物館です。まあ元町港周辺地区ですね。まだ夕方の3時台ですが、早めにチェックインをしまして、今日の宿はあちらでございます。これね、まあ早速今着いて、それで今から行くみたいな感じに見えるんですが、実はね、もうあのあらかじめだいぶ前にチェックインして、さっき休憩してひとしきり疲れが取れたので、今ようやく撮影に来てると。さすがに山道をね十何キロも歩き続けて疲れますよね。伊豆諸島って言うと民宿のイメージがあったんで、まあ、今回も民宿か、あとは大島温泉ホテルとかね、元町にもホテルあるんで、そういうところ泊まるかなと思ってたんですが、あのこういう新しいことを最近やってるって言うんでね、大島では最近ゲストハウス形態の宿が増えてきたそうです。でここも一応ゲストハウスに多分入るんだと思うんですが、すごいですよね、これ豪邸ですよ。これがね今日の宿でございます。これはあの何人かで交代住むとか誰かの家に泊まるとかではなく、これをもう一棟丸々あの私がね普通に泊まることができるというものなんで、超豪華別荘みたいな感じですよね。貸別荘っていうのかな、わかんないですけど、すごくないですか。鍵はもうあのいただいてまして、タッチ式でねピッと入るという方式です。ガチャンと開けるとすごすぎますよね。ええー、一体どこまであるんだよ。これもともとねここに大きな別荘を持っていた方がいたらしくて、でその別荘をまあ何らかの方法であの所有が変わって、で今は改装してこういう風なものになってるということなんですが、まあ、あの一番安い値段でね、あのもちろんシーズンによって値段変わると思うんですけれど、安いと、2名でこの1棟、1室じゃないですよね、2名1棟で、2名分で3万円からだそうです。安くないですか。それでね、なんかここにお釜もあって、これも多分使ってよくて、これ飲んでいいんですよね。いや飲んでいいって僕なんか言われたんですけど、飲み物とか自由にどうぞみたいな。いいの。あ、なんか書いてある。あ、これあるわあるわ。でもお茶とビールがちょっと街中より高いぐらいで、氷タダだしね。大島牛乳アイスもだいたい今後の値段なんですよ。これ結構いいと思いますよ、ここまで物持ってくる手間を考えたらね。よいしょ、開けると、なるほど、アルコール類と、それから、あ、お茶ってこれなの。あ、このお茶があれなのか。これ 500ml ペットボトルじゃないと思うんですけど、もしかしたらなんかちょっとね企業案件仕様で、あの今日は形が違うのかもしれません。もしかしたらね、冷凍庫なんかもこれ使える、いい冷蔵庫ですよねこれね。いやこれね、このレベルの大きさで、ベッドルーム3個ありますからね、とりあえず6人は余裕で泊まれるということなんだと思うんですよ。でそこに庭もあって、なんかそこでねこう波が寄せてるじゃないですか。いやこういうのを楽しみながら、一番安ければ3万円っていうのはね、僕は安いと思うんですよね。もともとのこの別荘の規模がすごい。まだちゃんと見てないんですけど、多分風呂はねこっちだと思うんですよ。おお、
脱衣所からしてまず違うもんな。もしやここにシャワーがあって、シャワーあるじゃないですか。なんかいい感じのあのアメニティもあるんですけど、あやっぱそうだ、2つあるわ。あそこですね、あれが元町港のさっき私がうわ波が上に上がってますよみたいな言ったあの岸壁のところですが、まあ今見るともうそこまでじゃないですね。さっきはこの波しぶきがね、コンクリートのこの桟橋のところを洗うようになっていたわけですから、朝富士山も見えるだろうし、これはもう窓もねガバッと開ければもうほぼ露天風呂じゃないですか。トイレもなんかただごとじゃないんだろうな、どうでもやっぱそうだ。これ東京だったらこれに住んでる人いると思いますよ。まあここも東京なんですけど、このぐらいの広さに住んでる人、いやでも探せばいると思うんですよね。僕最近ね仕事で結構いい感じの部屋にいろいろ泊まらせてもらってたんですけど、ここの大きさはもうなんか今までともうなんか比較にならんな。僕の荷物のこのちっぽけなことと言ったら、これがここのパンフレットなんですけど、動画が一時停止されました。続きを視聴しますか。なんかね、さっきからここで流行りの音楽流れてね、僕に教育してくれてたんですよ。2020年、21年はこういう曲が流行ったんですよってね。まあ、今泊まってるところの全貌がこれらしいんですけど、このリビングだけだって、普通のホテルからしたらもう超豪華なのにね。最大8名で、それ以上の場合ご相談に応じますのでと書いてあります。みんなでなんかこれを貸し切ってね泊まるとかいいんじゃないですか。あの大人数で5人とか10人と、10人は分かんないですけど。テレビもなんか随分いいやつみたいだな。続きを視聴しますか。一応ハイにしとこうか。なんか音楽が流れてる。でもこれね、あの著作権に引っかかるとあの動画収益化されなくなって大変なことになるんで、ちょっと逃げておきます。でそれからこれが和室ベッド。もういっぱいベッドあるからどれにしようかなって感じなんですけど、僕割と和室好きなんでここで寝ようかな。ベッド横幅も広いですね。まあ多分どれも広いと思うんですけど、ここもなんかこういうの、これ何なんでしょうね。これね、もうスペースがとにかくあるからな。もしやこれも、あトイレだ。おお、トイレ2個あるよ。でまたこっちにもベッドなんです。やっぱベッドこっちの方があれですね、横幅狭いようだから、さっきのあの広いやつ使って寝ます。これもしかしてクローゼットか。あそうだわ、大きい。あ予備ベッドがまたありますね。なるほどね。なるべくもう一箇所だけ使って汚さないようにしよう。やっぱこういう宿泊施設おなじみの和風のおもてなし、お菓子サービスありますね。大島ップって書いて、あ大島の形してる感じなのかな。海のせい塩って書いてます。もう海のせいの塩ね、ほんと美味しいですよ。皆さんにお勧めします。もうさっきからもいろいろ海のせいの工場とかもあった。それから明日場のこれクリームサンドのやつですね。あのサブレットみたいなやつ、これはミス大島の方かな。僕ね明日ミス大島さんとなんか会わせてもらえるらしいんですよ。今まで一回もミス大島の方に会ったこと多分ないですね。珍しい機会をいただいたな。あんこさんの格好してね来てくれるそうです。よしこれ、あおー、大島の海岸は黒いんですよね。こういう風にね、なぜだか分かりますか。あのさっきの火山灰とかそういうのがバンバン飛んできて、まあ、それでこういう風になるわけです。火山噴出物、三原山もずっとそうでした。ここには地層がバームクーヘンのように、バームクーヘンって地層って意味なんでしたっけ。こう出ております。火山の噴出とかでいろいろなものが重なって多分独自の地層になるんでしょうね。まあ、この先にもね地層切断面っていう名所があって、あの明日また皆さんにご覧いただくんですけど、ここも結構見られるね。こんな場所があるなんて知りませんでしたよ。だってここに来ないと多分見えないでしょう。あそこがね今日のハイキングの出発点、三原山頂口で、こういう立派なものが、これ山頂口からもう見えたんじゃないですか、もしかしたら。すごいな、もう周りをぐるり一周するだけでも時間がかかりますもんね。ヤシの木まで植わってるしね。これヤシの木ソテツなのかな。いや最高に素晴らしい立地じゃないですか。でさらに凄まじいのはね、今日の夕飯なんですけども、夕飯はこちらで、ここで食べることになりました。夕飯はこれです。バーベキュー。まあこの宿あんま一人で利用することは想定されてないと思うんで、大体の場合2人以上からやることになると思うんですけど、バーベキューがあるんですよ。こんないろいろ揃ってね、これ肉とか、それからアワビとか伊勢エビもおります。伊勢エビってどうやって焼くのかちょっと後で調べてみようと思います。
コロナ対策ということもありまして、今回はですね、僕一人でバーベキューやるんですけど、まあ僕そういうの好きなんで、いくらでもできます。昔何年か前に1回だけバーベキューってね、参加させてもらったことあるんですけど、もうそれだけなんで、まあ僕みたいなやつがうまくできるかどうかっていうのもね、この動画の一つの見どころになるかと思います。あれ、僕さっきあっちから出てったんですよね、そういえばね。もうなんか規模が大きすぎて頭が麻痺してくるわ。あ、虫取り網があるな。あ、これこういうの面白そうだな。まあ今あんまり虫はいないと思うんですけど、まあつってもそこら中探せばちっちゃいのだったらいくらでもいるでしょう。あ、こっち戻ってきちゃった。こっちか、内側からもう一回鍵をかけておきましょうね。あ、面白いなこれ。これで大丈夫かな。これチェックインどうやってやるのかってことなんですが、事前にこの宿の管理されている方のところと電話して、でここの前で待ち合わせてチェックインをするということになります。これが大島の形をしているサブレーでして、明日行くここがね、大島の一つの見どころ、ハブです。なかなかハブ港は遠いんですが、ここはね、まあ、僕も1回しか行ったことないんですけど、すごいいいところだと思いますよ。ここが大方港、ここが元町港かな、だいたいこの辺です。こぼれちゃう、なんかこぼしたら悪いことになる。なんか今年はこのあいみょんさんっていう方がすごい流行ったんですね。なんか僕も確かにどっかの名前はね、 YouTube のコメントでなんか送られてきた方がいたと思うんですけど、お前芸能人知らないアピールしてんだろみたいに言われるんですけど、僕本当に知らなくてね、この間テレビでバナナマンのしらくさんかなって方がおられると思うんですけど、ちょっと読み方が分かんなくて、ずっと節楽さんだと思ってて、でもこれ本当に節楽さんなのかなと思って、ね、聞いたらね、しらくさんだったっていう話があるんですが、生放送で、まあ、結局相手の名前を呼ぶことはなかったんですけど、間違えちゃったら大変なことになりますからね。今ね16時36分なんですね。夕飯にはまだ早いんですが、お昼そんなにいっぱい食べてなかったので、どのぐらいだったかな、多分ねこれ全部だったら食べられると思うんですよ。これ何、餅、あ、ホタテ、ホタテか、ん、何これ、ホタテですね、ホタテだな。それからあとはこれがですね、今日のメインディッシュとしていただいたんですけども、草屋。草屋ですよ。僕食べられるかな、草屋。一回だけ食べたことあるんです。で、伊豆諸島の中で一番匂いがしないのが八丈島の草屋らしくて、そこで食べて、まあ普通に食べられたんですけど、今のところしないですね。で、このまんま食べてもいいし、焼いてもいいらしいんですよ。旅の友にもご利用くださいって書いてあるけど、これいいのかな、なんかジェット船の中とかでこれちぎりながら食べて、他の人のところに匂いがブーっていっても、まあ、みんな冬眠とかは気にしないですかね。ご飯物としてはおにぎりと、あとはべっこうですね。べっこうがあります。これさっき紹介したやつですよ。ちょっとねピリッと辛いような感じのお寿司、伊豆諸島特産ですね。あ、青唐辛子が乗ってるじゃないですか、ここに。これですね、この青いピーマンみたいなやつで、僕やったことがないんですっていうふうにさっき宿の方に言ったんですけど、まあその時の僕と向こうの方のお話とでは多分大丈夫だろうという、まあ、そういう雰囲気でお互いに見解は一致しておりまして、まあ、多分ねこの肉とか野菜とかは大丈夫なんですよ。問題なのは伊勢エビとそれからアワビですね。これすごいですよね。これさっきまで生きてたとおっしゃってたけど、下手すとまだ生きてんじゃないかというような新鮮さ。匂いも嗅いでみましたが全く生臭さなどどこにもありません。なんで多分そんなにね真剣に焼かなくてもいいと思うんですよね、多分ね。おお、見てくださいよこれ、こんなこの動き方、もうさすがに死んでいるようですけど、でもエビは死んでると思うけど、この周りについてるゴカイとかはまだ生きてるんじゃないですか。まあ、調べるのも大切なんですが、まずはね火をつけるで、なんかそれまでにいい火ができるまでに15分くらいかかるらしいので、どうかな、これ入ってるかな、よし、いいですね。旅行の必須アイテムですね、この青い固形燃料。ちょっと先にこっちやっとくか。ワン、ツー、これ難しいですね。やっぱ振った方がいいかな。振るとねまんべんなく行き渡っていくらしいんですけど、よし、もう一個ついたかな、着火、よしよしよし、 OK ですね。蒸気機関車の香りがしてきましたね。炭の香りだと思うんですけど、
これを待ってる間に急遽伊勢海老のやり方ちょっと調べてみましょう。インターネットがありますか。ちなみに大島は一番通じるのはドコモで、ソフトバンクは一番通じないそうです。僕の使っているスマートフォンはソフトバンクです。この伊勢海老はねもう死んでるみたいですけど、アワビはまだ生きてるわ。これ動いてますもん。後で焼くとき苦しがるでしょうね。かわいそうですけど、まあ物をいただくっていうのはそういうことなんだよな。このアワビもこんだけ大きく育ったんで、まあこの日に焼かれるのもかわいそうかもしれませんけどね、しょうがないんじゃないかなと思います。僕ももし30歳とかで死ぬことになっても、まああのアワビよりは幸せな人生を送ったわと思えば、まあある程度納得して死ねるんじゃないかと思います。こんぐらいでいいのかな。もっとなんか地獄の豪華みたいに焼かれてるのを想像してたんで、ちょっとね火起こしを不慣れなんですけど、まああんまり近づけすぎるとこのプラスチックが焼けちゃったりしてね、弁償とかそういう話になると思うんで、ある程度遠くから、うん、どんどん火が増えてきて楽しいな。これはむしろなんか大人数で段取りなんかするよりね、あの一人で黙々とやった方が楽しいかもしれない。いや大人数でやるバーベキューも面白いと思いますけど、どんどん火が大きくなりますね。これ豪邸で変な格好して一人でスーツ着てバーベキューやってる男がいたら、ちょっとどう思われるか分かんないですけど、まあここはねあの周りから死角になってるから大丈夫です。よし、ついに焼き始めました。長大トンネルを掘り始める前に試しにボーリング調査するみたいな感じですよね。夕日に染まる伊豆半島を向こうに見ながらですね、今第1号のなんだこれ、これウィンナーってのウィンナーがね焼かれ始めました。どうなのかな、僕はこの火弱いと思う。お、結構焼けてますね。ただなんでか知らないけど上半分しか焼けてないな。多分位置があるんでしょう。よし、こういう感じだな。まあ、とりあえず無事に焼けるだろうということはもう確定しましたので、パーティーを随時始めましょうね。ちょっとバランを取ってですね、まずこれ別個、あ間違えた、こっちはこっち、これね辛いけど美味しいですよ。やっぱ僕辛いの苦手なんでね。島寿司とかいろんな呼び方があるんです。多分島寿司と別個はまた違うんですよ。なんか似たようなのがあるんですけどね。おお、うんうん、あでもそんな辛くないな。これこの陽キャラプレートを使おうか。ついに生涯最初のバーベキュー自分でやったですね。美味しそうですね。ちょっととりあえず大島と何も関係なさそうなソーセージ持ってきたんですけど、これ非常に素晴らしいな。熱々美味しいんじゃないですか。あ美味しいな。ちょっとまだほぼ味、ちょっと味感じただけで熱かったんですけど、あじゃあかわいそうですけど次はまだ生きてるアワビを焼きます。すごい苦しむと思いますよ、まだ生きてるからね。もうあんま苦しむ体力は残ってないって感じかな。もう収縮して外側から焼かれてほぼ絶命したでしょう。あまだかろうじて収縮方向とは逆向きに動いてるから生きてるんですね。やっぱこういうの食べるときに、僕あんまり第一次産業の周辺の仕事してないし、そういう体験してないからなんかかわいそうに感じちゃうんですけど、まあ今まさにここで苦しんでもだいてる最中だからね。でもこの島寿司だってそうだし、このソーセージもそうなんでね、もう気にしないで食うのがもう一番だと思いますよ。僕は残さずに自分の必要な量だけ食べるってことだけやっていけば十分なんじゃないですか。まあ、たまにはねこういう経験もした方がいいと思いますわ。あんまり焼きすぎると硬くなっちゃうらしいんでかわいそうですけど、これで本当に最後だな。裏返すらしいですね。お貝がどんどん沈んでいく。裏返すらしいんですよね。アワビのつゆがなんかもったいないんじゃないかっていう気もするんですけど、ネットにそう書いてあったんで多分いいんだと思うんですよ。肉も焼いてます。これもしもったいない焼き方だったらね、非常にこのアワビには申し訳ない気もするんですけど、まあでも僕が取って食われるんだとしても別に美味しい食べ方で食べてほしいとか別に思わないですもんね。別になんか無駄にしてくれても死ぬんだったらどっちみち一緒だからな。ごめんなさい、あのね身を剥がしてこうやってここで裏返すって意味らしいですわ。だからやっぱさっきの間違いだったみたいですけど、でもすぐ間違いに気づいたんで、まだ多分ねいっぱいおつゆはあのいただけると思いますよ。さあとにかくできました。伊豆諸島近海といえばね
アワビ、イセエビ、いっぱい取れるんでしょうね。向こうの伊豆半島の方でもよく旅館のご飯とかに、ね、出していただきます。よし、じゃあ熱々のバター醤油になったと思いますんで、これね、キッチンバサミで切るそうです。左手じゃ良くないな、僕の下手くそな焼き方で微妙な味になってないといいですが、でもこの切ってるこの感じとこの汁がビュッて出てるこの感じを見るに、いや美味しいと思いますよ。ここも切っとくか。一応これ美味しいでしょ多分。僕小さい方が好きなんですよね。あんま一口でねガバッといくよりもね、小さいのをね何回にも分けて食べたいから。よし、じゃあ冷める前にすぐ食べちゃおう。こっちも肉あるんですけど、まあ最悪再加熱すればいいだろう。よし、いや美味しいでしょこれは。ちゃんと焼けてるといいのですけれど、焼けてるでしょ。美味しいわ。ちょっと生っぽいかもしれないけど、すごい柔らかいね。こんな柔らかいんですか。イカより柔らかいな。いや、よく焼けてると思いますよ。美味しいな。切り方が悪くて数珠つなぎになってますけど、今多少切れました。まあ一回一口いっちゃいましたね。お豆腐食ってみたいですね。肉もあんまり皆さんにご覧に入れてませんでしたけど、さっきからいっぱい食べてるんですが、まあこれは全然問題ないだろう。久しぶりにこんな焼肉らしい焼肉も食べましたよ。あまりにもこのアワビが柔らかい、僕なんか間違えてんのかなと思って、生で食べちゃいけないかなと思って確認したんですけど、全然そんなことないみたいでね。だから鮮度がいいからなんでしょうね。アワビのお刺身もあるぐらいなんで、多分さっきまでなんかその辺に似たやつ。おお、これいいわ。ちょっとこれ食べながら、下にこぼすとちょっと汚しちゃうかもしれないですけど、これちょっと見た方がいいですよ、離席して。いやー見事見事、アワビも美味しいし柔らかいし、海も素晴らしいコントラストじゃないですか。もう今日あの山の上まで登って結構疲れたっていうのが、いや今日のことだとは思えないですね本当に。タクシーの運転手さんもね言ってましたよ、いやあそこはいいですよ、もうあそこはハワイにいるみたいですよ。確かにそうですね、まあ大島にいるみたいだと僕は思いますけど、いいんじゃないですか。僕大島もハワイも好きですよ。まあ大島の人が大島にいるみたいだとは言わんわな。冷めてないね。貝が結構保温してくれてるんで大丈夫そうですね。伊勢エビももうめちゃくちゃ重いんですけど、こういう焼き方でいいらしいんですよ。なんかね伊勢エビも動いてるんですよこれ。これは火が通って動いてるのかな。いやなんかねお腹も動かしてるからこれも生きてるみたいだ。ちょっとかわいそうだからこの炭の位置を上げて思いっきり一気に焼いてやろう。美味しい焼き方なのかどうかわかんないですけど、もうさっきまで生きてたどころじゃないですよ。ビールどっさりあるんですけど、まあ僕ちょっと今回はねまだこれからいろいろあるし、お茶好きなんで今回はお茶にしておきます。伊勢エビが焼き上がっていく頃にはもう伊豆半島のあそこに、さっき一瞬雲の下に出てきたね、日が沈んでいきます。とてもとても贅沢な時間ですね。ああもうこの瞬間に見えなかった。結構太陽って動くの早いんですよね、こういうところに来るとね。よく思います。伊勢エビは焼けましたし、アワビの肝も焼きました。まあさっきからもうすでに火は通ってたんですけどね、僕あんまなんか水分含んでない方が好きなんで、よしこんなんでいいかな。アワビの肝っていうのはね、僕はあんまうんちく語るほど詳しくないですけど、なんかこれ海藻ばっかりアワビって食べてるらしいんで、ほぼ海藻を食べてるのと同じみたいな話聞きました。海藻の味ですね普通にね。伊勢エビも焼けました。すごいですよね。大きい、一口で食べきれるでしょうか。まあ別に無理に一口で食べることはないんですが、お醤油を直接かけて食べちゃいます。焼き加減がいいのか、いやデタラメなんですけど、デタラメでも美味しいんでしょうね。食べ応えがある。なんかね適当に焼いてるのに焼き加減がパーフェクトに感じるんですよ。
これ全部伊勢エビか、すごいね。ちょっと気になるのはなんか上から雨の音が、お、なんか怪しげな雲が、あれあれなんか降ってるじゃないですか。どうなんだ、でもそんな深刻なことにはならないでしょ、多分。伊勢エビのカニ味噌っていうのかな、食べてるところなんですが、こういう感じでね。あら、もうこれまあまあ降ってきちゃいましたよ。釣ったら弱くなりましたね。アラモアナセンターって感じだな。もう日没になってだいぶ経つんですけど、やっぱりこういう風にね、水平線が見えるようなところになりますと、随分ね、あの明かりが遅くまで持つものです。向こうが伊東市の明かりだと思います。結構明るいですよね、多分。あ、大室山が見えるから伊豆高原ですね。まあ伊東市街がこの辺でしょうか。向かい側に多分灯台があるんですけど、あそこは稲取かな、伊豆稲取。いい眺めですね。夜も濃いですよね。ちょっと怖い感じがいいわ。寒い寒い、ちょっと寒いな。あそこは火があるから大丈夫なんですけど、ちょっと逃げ込もう。もう残りあとこれだけなんでね、すぐ食べちゃいます。あ、いかんいかんいかん、ちょっと焼きすぎたか。あれからね、無事に食べ終わりましたと思ったら、実はあのホタテだけ焼き忘れてて、あ、どうしようって感じなんですが、まあちょっとこれはね、後でどうにかしようと思います。この夜にですね、車で連れてってもらっても、まあちなみにあのこの運転してくださってる方はね、あのまあちょっとお名前をわざわざ別に言わなくてもいいかもしれないけど、普通にずっと前からね、あのツイッターの東海汽船つながりで、あのさんざんお世話になっていた方なんですけど、今この夜遅くにまたちょっと山の中腹へ向かって、どこを目指しているかと言いますと、椿花ガーデンです。あの前にですね、視聴者の皆さんにご紹介しました、一度青春18切符で行く大島日帰りの旅ということを言ったんですが、それ今ね、試験的に夜ライトアップをしているということでして、今夜7時なんですけど、こういう感じですね。久々です、もう離島島でこういう風に夜を過ごしたら、もう2018年の八丈島以来かな。夜はね、結構暗くなるんですが、これがまたいいんですよね。暗くなるのも、あ、夜ってこういうものだったよな本来っていうのを感じさせてくれます。椿花ガーデン、確かに前に来ましたよね。今こういう感じでバスは結構運休しています。明かりの数が結構多く、なかなか徹底してるみたいです。なんかこの画面だと何も見えないような感じになっちゃってますけど、あのそこまで暗くはありません。あのですね、ここにこういうのがありまして、ちょっと持って歩かせてもらえることになったので、自分でライトアップします。これは綺麗だ、すごいな。ちょうど大島桜、これ満開ですね。でこの辺にいっぱいあるじゃないですか。で自分好みのところにね、これを持って行って、好きにギラギラ、これめちゃめちゃ明るいんですけど、あ、これはいいな。八重咲きっていうのか分かりませんけど、とんでもない勢いで咲いてるのとかも、これ外すね、こういう感じなんですけど、いやーとても素晴らしい、非常に新感覚だ。多分これ本来はあの試験的に実施してるんで、まあ、今回ちょっと特別に入れていただいてるんですよ。それでこれはあの持って、あの自分でセルフライトアップみたいな感じに多分なってたんだと思うんですけど、いや とてもいいですね。前も去年もちょうどここね、紹介して同じ場所なんですけど、夜にこれを持って歩くってなると全く違いますよ。いや、すごくいいな。いや、これ綺麗ですね。今年あの、はい、よしっていうかね、帰っていかれました。で僕も戻ろうと思うんですけど、うお、何も映ってないな。ここに一応あるんですけどね、ただね、その前にもうほぼバーベキューも片付けちゃったんですけど、あ、まだ火が燃えてるな。あの、あれ綺麗でしたよね、すごく綺麗だった。自分でテラスライトアップ、
あれ話題にできれば結構あれ目当てに人が来るんじゃないかなっていうぐらい僕は感動的な体験でしたけどね。よし、この火でまぶせばつくんじゃないかな。まだチャッカマンで追加で添加したいところではあるんですけど、多分そう簡単なものではないんですよね、これはね。やっぱそうですね、全然つかないわ。あのホタテをね、まだ焼いてなかったんですよ、忘れてた。焼けました、こんな感じ。他のはまだ焼いてる途中ですが、ちょっとやっぱ火がね、少しずつ弱くなってきて時間がかかります。うん、レアステーキ的な味だ。そしてなんとですね、さらに今日の夕飯はこういうのも、もともとはね、僕船盛りをいただこうかなと思ってたんですが、船盛りも、あ、どうぞどうぞバーベキューと両方召し上がってください。こんな立派なの持ってきてもらっちゃった。でも食べきれます。バーベキュー結構ね、あの食べたりとか作ったりするのに体力がいるんで、なんかプラスマイナスにするとまだ腹6分目ぐらいなんですよね。だからこれ全部食べたらね、ちょうどいいぐらいだ。あの寿司工さんというところでテイクアウトのものなんですけども、これを船盛りでといったらこんな立派な船が届きまして、金目鯛ですねこれね。さすがにこんな立派なやつだったらビールとかそういうのが合わせて飲んだ方がいいですね。これね、僕いつも勢いよく注ぐんですけど、そうするとこの泡だらけになっちゃってダメですよみたいな風に言われるんですが、これね、僕が17歳の頃かな、札幌ビール庭園にね、見学に行った時に、ビールはもうまず思いっきり注いで空気を巻き込んだ後、泡が落ち着いてからもうちょっとゆっくり注ぐのが一番美味しい飲み方ですよってね、ビールの会社の人が言ってました。まあこれアサヒビールですけど、泡が落ち着いたところでこうゆっくりゆっくり、今度はあまり泡立てないように入れるというのがいいそうです。こうですね、とてもクリーミーな飲み口になるかなんとか、まあ僕はあんまよくわかんないですけど、非常に美味しいと思いますので、皆さんもぜひねやってみてください。これいいさ、美味しい。ね、大島で採れたものもいろいろあるそうですけど、これ平鈴木というやつだそうです。お醤油がすごい勢いでなくなるな、これでは。羽田空港宣言解除初日、混んでるんですね。感染対策は気をつけた方がいいですよ、うん、特に地方行くときはね。さて、お湯がですね、このようになみなみと入ってます。実は私はもうちょっとお湯はちゃんと節約して入る人なんですけども、ちょっと間違えて、使い方間違えて溢れさせてしまいました。おっと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 、すごいぞこれ。おお、あ、全部溢れてるわ。まあさすがに温泉ではないと思いますけど、あ、これ開けっぱなしし、まあシャワー浴びなきゃ大丈夫でしょう。なんかね、湯気がいって火災報知器が鳴ったりとかってこともありますから。あ、ひたひただこれ。おお、あ、いいね。ただ大島の水資源どうなんですかね、まあ、今日聞いたのではね、大島が渇水になるみたいなことは意外とないそうです。水は結構あるんですね。さて、寝るのはですね、これですね、ここで寝ることにしたわけでございますが、このね、これ滑りのすごくいいんですよ。ほら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 、僕手触ってないですよ。こういう感じなんですよ。どれだけいい作りなんだこの建物は。相当すごい人が前は住んでたんでしょうね。というこのすごい部屋のすごい和室で休ませていただくことにします。あ、そうだそうそう、ね、これで和室の明かりが消えるんですけど、見えるかな。見えないっすね今日はね。ね、本当にもうなんかよく晴れてる日の夜になるとね、もう満天の星空なんですよ、伊豆諸島の空は。すごくいいの。ちょっと目を暗いところに鳴らせば見えるかなと思ったんですけど、無理かな。あとね、東京方面のね、街明かりが見えるんですよ。で、あっち東京なんですよとか言って昔教わって、え、そうなんですか、明るいですねとか言ったことあるんですけど、ちょっと寒いけど開けてみるか。あ、月明かりがよく見えますね。ちょっとピントはあったな。いい感じだ。東京はね、ちょっとこう角度的にまだ見えないんですけど、月の明かりがこう海を照らしてるのが見えますよ。ちょっと寒いな。閉めよう閉めよう。
半袖、半袖なんですよ。この宿ね、もうこんだけいいところだから、まあ普通なのかもしれないですけど、まあ、パジャマもしっかりしたのがあるしね。寒いけど、東京見えるかな、ちょっとわからないかな。なんか僕の勘違いかもしれないですけど、あのね、向こうよりもね、こっちの方が明るいんですよ。普通に明るいんですよ。で、これはなんか東京が向こうにあるからだっていう説明を前受けましたけど、緊急事態宣言明けたばっかりで、東京も暗いのかな、寒。鍵はね、これか。すごい、1個鍵かけると、2個とも鍵かかるんですか。ということで、休ませていただきます。玄関の明かりだけつけるのかな。ちょうどいい明るさかな。こんな感じ。ちょっと明るすぎるか。でもここを消すと何も見えなくなる可能性なんですね。いいや、これだけつけて寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。今日もいい天気。昨日より波はだいぶ穏やかになったみたいですけど、この感じだと今日の帰りの船はやっぱ元町港からは出ないかな。岡田港から出ますかね。富士山も朝もっと早く起きれば見えたのかもしれないな。今はね、ちょっとこのように雲に包まれています。確かあの辺が富士山でしょ。 あれがね、座ってたと思うんですけど、今朝の8時です。これからね、朝ごはんは、ここは基本的には、ゲストハウススタイルということで、バーベキューの用意はね、していただきましたけども、基本的に食事は自分でというスタイルです。結構ね、最近そのスタイルの宿が増えてきたみたいです。それをなんか大島ではゲストハウスと定義するのかもしれない。元町港ですね。もうすぐです。徒歩10分ぐらい。で朝ごはんはね、ここでいただくことになりました。ブックティーベッドというのがあるんですけども、カフェとそれから、まあ本が並んでいて、でさらに、泊まりたい方は泊まることもできるというところで、これオープン12時ってなってるけど、なんか8時からね食べられるらしいんですよ。ちゃんとここにオープン8時って書いてあるから大丈夫だ。朝早くからやってるお店が意外とあるんですね。税込み700円で結構飲み物がいろいろついて、これ700円なら安いよな。今日ご紹介するハブミナトについて、差し入れ付きの随分細かいことが書いてある本だ。飲み物は明日葉ちゃんにしたんですが、明日葉ってのは昨日八原山の上の方へ登った時にもね、いっぱいそこら辺に生えていたやつで、伊豆諸島名物です。今回はまだ食べていませんが、まあ、伊豆諸島に観光に行ったら1回ぐらい食べてみるといいんじゃないですか。結構ね、普通に植物として美味しいものなんですけども、お茶にするとなんか蜂蜜みたいな香りがしますね。あれなんか不思議とうまかったな。もう妙に言ってたら失礼かもしれないですけど、美味しいのこれと思って、あっという間に平らげてしまいまして、本当はねまだ出発まで時間あるはず、そんなないはずだったんですけど、すぐ食べ終わっちゃったからね、もう時間まだねちょっと出るまでね余ってる状態です。あー、こっからこう見るのもいいね。出版校はもう毎日、7時半に基本決まるらしいんですけど、今日はねやはり岡田校でした。あそこからだったら結構楽だと思うんですけど、まあまあまあしょうがないですね。この皆様と伊豆大島をつなぐ絆水って、ね、これもらったんですけど、これ置いてあるんですよ、あそこにね。昨日からずっとあったやつ持っていこうと思うんですが、採水池がね富山県黒部市多分あれなんでしょうね、やっぱあんまミネラルウォーターみたいなの売るほどには水が湧かないんじゃないかなと思って、あと加工とかねするのも大変ですから、まあ、湧くのかもしれないですけど、持ってきましょう。さあ、そしたらですね、今日は昨日も皆さんにお伝えしました通り島一周でございます。一周52キロだそうでして、まあ、大体車で1時間、信号もねそんなにありません、まあ、そんなにっていうかほぼないわけですけど、だから何も考えないで一周した場合は あっという間に回ってきてしまうということになります。今日の帰りの船はですね、15時30分発の東京行きの高速船の予約してあるんですが、今後ろに過ぎ去っていくのが大島町の役場で、ここからですね今通っておりますこの道が大島一周道路です。まあここからっていうか一周回ってるわけですが、やっぱり大島で一番の重要な道路、珍しく車がいっぱい止まっています。信号があるからですね。左手は東京都の大島市長ですね。今度はねこれ東京都の出先機関、温泉ホテルとか、ね、温泉旅館みたいなのもこの道沿いには結構それなりにあります。やっぱ大島はだいぶ各島の中でも設備の整っているところです。
左手は大島で、今で一応一番普通の高校としては、普通の高校としてはもっとこれが唯一ということになっているようですが、大島高校です。他にね、大島海洋国際高校ってすごい面白い学校もあるんですが、椿の時期になるとすごいいい椿だということでね、高校の敷地に勝手に入ってって椿見に行っていいそうです。あと大島の面白いのは街路樹とかですよね。今ねこれヤシがいっぱい植わってるんですけど、教えていただいたんですが、宮崎で植わってるので大体同じような種類のやつらしいです。それからまだ時期には早いですが、ツツジですね、これから先の時期咲き始めます。ガードレールはイチョウのマーク、ここは東京都です。さっきまで椿が生えてましたけれど、ここにありますね、ちょうどね、いい感じに咲いてますわ。ワシントンヤシ、すごいですね、大きいですね。へえ、あんなのも育つんですね。そうですね、風で大丈夫ですね。そうですね、まあワシントンも寒いだろうから、ワシントンで育つなら大丈夫か。これはいい桜ですね。大島桜ですね。時期はだいぶ長いみたいですね、大島桜。そうですね、これから4月の初めぐらいまで。そうですね、もう葉桜になってるもんね。そうですね、本当いろいろ、これはやっぱ木によって違うわけですね。そうです。こんな風に大島一周道路はね、周りいろいろとお花植わっておりまして、走っているだけでもお花見です。大抵何かしら見頃になってるんじゃないですか。夏に咲く花ってのはあんまないらしいんですけど、夏は海がありますので、大島は見るものに関しては一年中困りません。これね、今の大島一周道路は右なんですけども、これは割と最近、もう歴史的には最近整備された結構しっかりした道路でして、昔はこっちを使ってこれで一周してたんですね。そうですか、お願いします。大島のね、地形の険しさを皆さんに知っていただこうと思いまして、今回はあえて振動ではなく旧道で行っていただこうと思います。これで昔ずっと回すのは大変ですね。もうすごいですよ、昔はこうですけど ね、もうずっと、うねり続きで、それを今橋とトンネル作って。そうですね、じゃあ昔はやっぱとても一周1時間では回れなかったわけですか。そうですね、はあ、こういう道路はどうやって作ったんですかね。この壁のこの土のこれとか、昔は手ですよ。やっぱそうですよね、手作業ですよ。もうそういう時代の道なんですね、これ。今もう重機ありますね。ええー、港が見えるわけ。ありますね、ありますね。見晴らしはね、とてもいいそうです。よく見えますね。今日帰りにまた利用する岡田港、船をつけるとしたら、大体この辺の岸壁につけるわけですね。これもね、なんかもともとはここの ここがなんか岸壁だったらしいんですけど、それをこっち方向に拡大してだいぶ広くして2泊もしやすくなったんですね。こっち側も随分ね、港を伸ばしたと聞いてますよ。これは富士見台って書いてありますね。ここに行くとなんか景色みたいです。私行ったことないんですけど。そうですか、ちょっと時間あるから行ってみていいですか。ありがとうございます。この辺りは桜を植えてるんですね。そうです。これはなんか桜餅かなんかに住んで植えてるんですかね。いや違うんですよ、桜餅やらないでしょ。多分そうですか。これ大島桜じゃないんじゃないですか。これ違うんですか。多分あれだね、ソメイヨシノとか。違うか、ちょっと早いんですかね。もう実が、そうですね、できてますね。ここ富士見なんとかとか書いてあって、今日はねちょっと霞んでいて富士山は見えないんですが、しかし岡田港周辺の作りがよくわかります。ちょうどトンネルから車が出てきて、この下のこのうねる道をですね、右へ左へ急な坂道を降りて、そして右下の岡田港にみんな行くわけです。最初着いた時はね、みんな大体あそこの道を通って上がることになります。岡田港の先客待合所、前はねこれだったんですけど、最近こういう立派な津波避難ビルを兼ねたね、こんな立派な待合所になりまして、ずいぶん確かに背も高くなりましたよね。なんかあるとこのすごいいきなり高くなっちゃうから、急にこう逃げていくのが難しいっていうんで、ああいうのを設ける必要があったみたいですよ。この岬があるんでね、風を避けたり波もあんまり来なかったりするんで、岡田港も就航率はかなり高いんじゃないかなと。もうとてもね、優秀な港だなというイメージです。なんかもう岡田港に船が入ってくると、あんまなんか他の島の接岸の時と比べても揺れないですもんね。豊島なんかね、もうわっちゃわちゃもうペットボトル振りますみたいに揺れることはあるんですが、そんなにはないけど、でもここはもういつも落ち着いて船が着きますね。で結構ね、水深も深いみたいでして、ここに大型船をバチッとつけて乗ってくることができると。そういうのは伊豆大島で最初に実現された港でもあるそうです。
で反対側にはねこういうのは結構立派ですけど炭焼き小屋がありまして、今はまあ使ってないかもしれないんですが、あの大島ってもう相当大昔、もう江戸時代ぐらいからね、炭をこう作って運び出すということをやっておりまして、結構重要な産業でした。で今教わったんですが、あの僕はそれは知らなかったんですけど、東北地方とかであの寒くて冬の間あの仕事にならないともう雪で覆われちゃったりとかね、それとあのここの大島まで来てですね出稼ぎに来たりして、でここは別に1年中できますから、じゃあここで1年中仕事してりゃいいやとずっとここでやっていくという人もいたようで、相当盛んだったようです。まあ、さっきはねここの旧道のところを運営に行ってたわけですけど、今はもう随分良くなりましたよ。道がこうちょっとねハンドルを動かして長いトンネルを抜けていけばいいと。これはあの噴火の後ですね、2001年にこのトンネルできたそうです。最近ではね大島の一番通るのが大変そうなところはこういう風な立派な新しい道が作られてどんどん良くなっています。昔7つの魔物が住んでいるという風に言われていたそうです。七間沢トンネル、今は字が違いますが、この下にね沢があって、昔の道はこの下のところを実際通ってたそうですよ。今はもうそこは廃道になってます。ちょうどねこの車のナビが古いもんだから昔の道の曲がりくねりようが分かります。ちょうどこれですね、これ、まあ、廃道って言っても、まあ、通れなくはなさそうですけど使う意味が全くないんでしょうね。もう反対側はこんな感じで20年ぐらい維持管理はしておりませんので全く通れないように塞がれています。今の一周道路はねもうこういう感じで橋にトンネルに連続していくんですが、この下のこれがね昔の一周道路ですよ。すごいですよ。僕が生まれたばっかの頃はまだこれ使ってたんですね。こんな風にこう急カーブしてね、この海岸自体もうここなんか崩れてるみたいですけど、ちょっと木にうずもれたりしているこの険しいところを昔はへばりついて車で走っていたわけです。ちなみに向こうにあの房総半島が見えますよ。これですね、わかるかな。まあ、島ってのは基本やっぱ火山とかそういうものから成り立ってきますんで結構きついですよね。これもうガードレールがあんなになっちゃってる。あそこもこんなとんでもないもう壊れ方してるし、どこが道なのかもうわかんないし、その高低差もまたすごいですけど、島の自然や地形の厳しさをねこれで皆さんに感じていただければと思います。でその旧道なんですが、あの部分部分でやっぱり人が住んでるような場所がありますんで通れるようになっていまして、まあやっぱなかなか大変そうな島の道という感じですが、この先にね大島で一番綺麗な水のあるところがあるそうです。秋の浜遊泳場、ここが秋の浜です。まあ、浜と言いながらですね全然もうあの岩で砂はないんですけど、大昔は砂浜だったらしいです。確かに今日はちょっと波が多少ありますが、しかし透明度は高く、5メーターぐらい潜るとねあのテーブルサンゴがいるそうです。暖かい海になるといるやつなんですが、根性のあるサンゴが、まあそこまで温暖とまではいかないぐらいの温度のこの大島の海でも育っています。まあ、ギリギリ多分ねここがサンゴの育てる北限ぐらいのところなんですよね多分ね。それにしても透明な海ですね。ダイバーの方もおられますよこれからね、お気をつけてどうぞ。僕も一回、ね、小学生の時に大島でダイビング体験ってやらせてもらったことありますけど、まあ、その状況とか透明度とかによって違うんですが、よく見えそうですね今日は。いつの時代のものかは知りませんけど、こんなところまで溶岩来てますね。これは溶岩でしょう。大昔の噴火でここまで溶岩が流れてきたこともあったみたいです。この後ろ方のここがね、これがあの昔の一周道路なんですが、今もご覧いただきましたように柵で塞がれていました。新しい大島一周道路と昔の大島一周道路をこう交互に行くような感じになってますが、ここにですね先祖の切り通しと書いてありまして、バスも今ねここを通るようになったそうです。前僕も一回来た時に一回通ってるかな。大島のね最近の人気の観光スポット、これですね、先祖の切り通し。この旧大島一周道路を作るにあたってすごいですね、こんな風に、ね、大きくあの切り込んでですね、こういう道になりました。まあ、ちょっと坂になってますけどね、今ここに車止まってますが、あの大島は基本的に今法律で駐停車禁止になっているような場所でなければ止めてもあんまり駐車禁止とかになることはないそうです。でもし誰かが来たらどけばいいってことでね。ここに大木がありますけど、これ面白いですね。バスでいつも通したらしいんですけど全然自分で気づかなかった。こんな立派な立派な大きな根っこがあらわになってよく見えます。
これ面白いな。そしてね、こんな風な道があるんですよ、ここね。これもちろん通っていいわけですが、これ何のための道だったんですかとお聞きしたらね、なんかこの上に昔保育園があったそうで、今もう廃園になったらしいんですが、その保育園の園児たちがここを登って通ってたそうですよ。その保育園はあの藪になったところにあったらしいんですけどね。そうですね、あそこの藪のところですよね。そうですよね。何もないと思うんですよ。ね、そうみたいですね。でもね、いろいろお花もしてますよ。大島桜の花びらに椿、花盛りの大島らしい景色ですね。いい壁ですよ、これ。天然の土をこう掘り込んだだけの壁ですね。苔がいっぱい蒸しております。でひんやりしてますね。まあもちろん今もともと普通にひんやりした時期だってのもあるんですけど、夏も多分涼しいんじゃないですか、このパターンなら。これは見応えありますよ。もう他のところに行ってもね、なかなか見ない光景ですから、こういうので。この壁のところがこう崩れたりするのを防止するためにだいたい固めてあるんですけども、これが固められてないんで、それがまたね結構いろいろいい景色を作ってくれてまして、こういう風にですね、斜面に生える特有の植物みたいなのもあるんですけど、これ今教えてもらったんですが、大文字草というそうです、ね、大島町の天然記念物。漢字の大の字に花が咲くのでこういう名前だそうですが、これずいぶんね立派に咲いてますよ。この壁のところにへばりつくようにして咲いております。これまたなんかこう木の根っこのこういう絶妙なところから生えてますね。土があらわになっていて日当たりがあまり強くないようなところが好むそうです。いや今回は大島の隅々まで本当に見に行ってるつもりなんですけど、意外とまだまだ知らないところあるもんですね。全然今までそんなに回ってなかったってことなんだろうな。この先に大きな椿の木が両側からですね迫ってくる椿トンネルがあります。前バスで1回来た時通りましたね。ちょっとここはねもう時期が終わり気味なのと、あと椿のもうこれは老木と呼べるようなレベルのものだそうでして、相当古いそうですね。なんか200年ぐらいとか、200年前って言ったら江戸時代じゃないですか。椿の木っていうのは老木でも割とほっそりしたイメージですけど、これがねここで一番古い椿の木だそうでして、これはすごいね、樹齢400年だそうです。そんなのもあるんですね。もう周りにびっちりキノコがついていて、残念ながらねあの最近、2年ぐらい前かな、あの春一番が吹いた時にバチッ折れてしまったそうですが、木自体は別にまだ死んでないみたいですね。頑張っております。実際ちょうど今バスが来ましたよ。これ大島公園の方から来たバスですね。一応ね3月いっぱいはなんかバスはあの減便したり観光路線を運休したりするということで、そこから先の話は僕は分かんないですけど、今の切り通しとそれから椿トンネルのところは椿トンネル停留場からはすぐですから、東京都の道路改良計画がねすごくてですね、この今新しい大島一周道路のこの部分もまた線形を直線にするために大規模な土木工事をやってるところです。まあ、新しいっていうかね、あの元々の旧道の部分をこういう風に拡幅して使っているところをまたさらに改造するというのがすごいですが、これいいですね。ちょうど満開じゃないですか。元々の大島一周道路旧道はこれでしたが、幅が狭くて行き違いもしづらいということでこっちに増設してですね、今はこういう風な感じになっております。でここはまあ使わないんで車を止めておいてもねもう全然問題ないような場所になっておりますが、ちょっとこういうところにですね大島海浜植物群落70メーター先っていうから、まあ要はすぐですよね。今回はもうお花巡りの旅です。あ、松も立派ですね。松ぼっくりがちょうど今ついてますね。見ます？これですよ。これね、ゴロゴロいっぱいあります。今ちょうど騒ぐ磯辺の松原ではないか、でも磯辺に松が咲いてるって感じですね。ここはもう国の天然記念物です。さっきねあの大島町の天然記念物という話もしましたけど、結構貴重なものがあるわけでしょ。で植物もいいんですが海の眺めもいいときとりまして、まあ、こういうふうに普通にねすごいですね。これ昔の大昔のあの溶岩の流れがちょうど海のところまで落ち込んで、それでこの辺にこんな眺めを作ってるんだ。あまり詳しくなくて申し訳ないんですが、よそでは見ないような植物がねもうこのようにねいろいろと見ることができます。こうです。このね地面に低く生えている
松の木みたいなやつは大島ハイネズというやつだそうで、まあ、全然詳しくないんですけど、この土地の名前のついた植物、どっさり、もうどっさりですよ、そこら中いっぱい埋まってます。やっぱね、ここの解説を見る限り、さっきから地面を埋め尽くしている針葉樹のね、松みたいな感じの大島ハイネズ、これが一番の見物のようです。花の時期では今多分ないと思うんですけど、まあ、花が咲いてなくてもね、このように至る所で群生して地面を埋め尽くす変わった植物たちのこの規模でね、この繁茂する姿はこれは見事なものです。すごいね、全部さっきの大島ハイネズですね、これね。この大島ハイネズもやっぱり木らしいんですけど、割とこの低いところはこの植物が覆っていて、で高いところになるとまたこういう風な大きいものに変わると、結構ね、そういう風に住み分けをしているそうです。でそれからこの周辺にはね、こういう風に木にこう傷跡みたいなのがいっぱいついてるんですが、これはね、あの何なのかと思ったら、あのリスの仕業だそうです。昔あのリス村ってのがあって、リスがいっぱいいたんですよ。でリスに餌やったりとかできたんですけど、そのリスがあのリス村が閉園したあたり、あの町のあちこちにあの逃げていきまして、でそれであの歯を研ぐので、えこういうふうなことをガリガリやっとるそうです。なんか大島ね、あの歩いてるとたまにリスが出てくることありますね。これ あれですね、いいですね。だんだんね、こんな感じで椿がもう綺麗になってきましたけど、もうそろそろですね、一区切り、大島公園に到着しますよ。大丈夫です、お願いします。ここ年からもね、もうそうですよね、うん、あー綺麗ですね、いっぱい咲いて、去年も大島公園来ましたね。だいたい1年前ですね。ここでね、あんこさんたちがあのみんなその服着て踊ってらっしゃったんですけど、今年は残念ながらこういう感じでやっておりません。でも花は咲いてます。さあそしてもうだいたいね、この大島公園のあたりまで来ると、大島もだいぶ奥まで来たなという感じがするんですが、まださらに奥まで行きます。路線バスで普通に行かれるのはここまでなんですが、ここから先海岸線ですね、歩行者しか通れないというところがありますので、歩いて渡って、それでなるべく海岸沿いを行くような感じでね、大島ぐるっと回ってみようと思います。もう道路の方はね、山の奥の方へ回り込んでいくような感じになりますので、海岸線を行くには足歩くしかありません。こういうのがね、タクシー貸し切り観光の面白いところですよ。まあ、大島のタクシー貸し切りは昨日も言いましたように、そんなに値段とんでもなくかかるという感じじゃなくできますんでね、結構面白いというのは自由度が高いんでやってみてください。さあ僕のこれから行く先はこれです。これ別に思いっきりあのまたがなくても、普通に歩行者用の通り道があります。この先キャンプ場になってるんですが、キャンプはさすがに今できないんじゃないかな、できるのかな、やってないと思いますよ多分。今から僕の向かう先がこの辺なんですが、車だとここをこう登って、うね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 とこうやってね降りていかなければいけません。歩く方が距離は圧倒的に近いですが、もちろん車の方が先についていると思います。運転手さんに反対側に先に行っていただいて、で迎えてもらうというやり方です。こんな感じの海沿いの松林の中を歩いてたら、いきなりこんなところが出てきたんですが、これすごいね。多分三原山の噴火の関係だと思うんですけど、初鉄が花をつけてるわ。やっぱなんか大島ってあれですよね、火山の影響が大きいから、普通の島と比べてまた随分雰囲気が違いますよ。樹海の真ん中を急勾配でずっと突き続ける道を進むと、あのいい感じのトンネルがありますよ。ここは行者海岸です。大島の中でも割と来るのが難しいところなんじゃないかと思いますが、まあ、難しいですよ、歩いてくればいいだけですけど、波がちょうどこう強く打ちつけてきますね。いい音です。向かい側に房総半島のちょうど突端部分ぐらいが見えるかな、まあ、多分あの辺で房総半島は終わりなんでしょうね。で行者という名前なんですが、あのこの先に行者窟という洞窟がありまして、ね、まあ行けたらに行きたいところであるんですが、今立ち入り禁止になっています。あそこにこういうふうに門があるでしょう。なんか崩落の恐れがあるとかで一般の人は入れませんが、あの昔からですね、儀式のあの場所というふうになっていまして、今でも年に1回だったかな、ここでね、あの使うことがあるそうです。お、なんかこっちにもすごい階段あるね。ちょっと僕みたいなやつには近寄れませんが、
やはり災害時の避難を考えてのことなんだと思いますが、ここから先はもうこういうとんでもない断崖絶壁なんですけど、この行者海岸トンネルを通って今では向こう側へ抜けることができます。ただしやはり歩行者専用です。緊急車両とか通れるそうですけどね。この壁はすごいですね。これ相性侵食によって生まれたいわゆる柱状設立っていうやつでしょう。独自の地形がねここにもまた楽しめますし、おお、これもすごいな。途中のあのね階段のところへ行くまでのここがなんか台風かなんかで破壊されてしまったんですね。まあ今でこそそれでもこういう階段がありますが、昔はこの岩の伝いにずっと進んで洞窟へ向かってたのかな、それとも船で行ってたのか分かりませんが、おお、すごいすごい波があるんで大迫力ですね。ちょっと海水浴とかできる感じではないですけど、まあそれは今日がそういう条件だってことですね。いつ作られたトンネルなのかな、93年か、割と古いですね。あまり通る車とかいないんだろうと思いますが、夜の8時まで照明がちゃんとたかれています。よし、出口ですね。だいぶ歩きましたよ。10分ぐらいはかかったんじゃないかな、かかってないかな。要するにさっきの反対から見たあの大岩はこんなに大きいものだということですね。こんなもう海の際まで目もくらも絶壁ですから本当に目がくらみますよ。なんかねこの辺は玄武岩らしいんですが、なるほど、確かに同じような柱状設備が並んでて見た目面白いですけども、すごいですね。こんなところがあるかと。というわけで大島の東方はもう本当に人が住みづらい場所のようで、あんまりこの辺まで来るとあの家とかそういうのはないですよね。向こうの道路の方に行けばあるのかな、いや多分でもないと思うんですよ。大島の絶壁ぶりを改めて理解しまして、ちょうどここでね駐車場に到着。これ逆にこっちから向こうの車の来られるところまで行くととんでもない上り坂を通らなきゃいけないんで、ちょっと気をつけた方がいいですね。それから車でずっとこう今ね道に戻ってまた上げてもらってるところですけれど、もうここから先は普通の人でも歩けるような道はもうないですね。海岸沿いはね、海岸線よりも高いところを走ります。もう山の上ですよね。昔やっぱ大島一周する道というのはなかったそうです。別にそんなところ、ここ人住んでませんから、人の住んでないところに道を通す必要もそこまでは高くないと。もうこんだけ高いところになりますと三原山のすぐのところなんで、これがね今日のねハイライトですよ。ここにもう三原山、もうあそこに昨日登ってって山があるんですけども、ここにね 1.3km 先車両進入禁止って書いてあるんですが、要するに 1.3km 先までは車両が入れるってことなんですよね。要はね今からこのタクシーでここへね乗り入れてもらうということなんですが、まあ、のレンタカーは進入できませんというふうに書いてあるんですけど、要するにこの砂ところにあの中途半端なあれが入っていくと埋まったりとか、あの車が気づいたりとかするってんで、やる会社とやらない会社もまたあるそうなんで、それはねぜひあの皆さんやる場合には事前に相談した方がいいと思いますけど、この三原観光自動車さんについてはやってるということでして、こういうふうに行けるって言うんですよね。これがね東京都唯一というか多分関東圏でも唯一で、日本でもなかなかない日本の砂漠ですよ。地図に実際砂漠というふうに書いてある伊豆大島三原山の裏砂漠です。あ、結構しっかり走るんですね。そうですね、あのちょっと硬いですけどね。はいはいはい、へえ。変なとこ行くとダメなんですけど、はい、この端っこのに行くと埋まったりするんですね。なるほどなるほど、これ面白いですね。すごいですね。面白いですね。あの草も木もないです。あ、そこまで行かれるんですね。手前まで行きます。はい、ありがとうございます。石川県の能登半島にあの千里浜っていうところがありますけど、はい、はい、あれよりすごいかもしれない。まあ、あれもすごいですけど、砂浜走るんですね。ね、そうですそうです。お、すごい迫力ですね、この斜めになって。だからやっぱ上がっていくごとにあれですね、草木が減ってくるようなね。ね、そうですね。特に要するに風が常に吹いてますね。はいはい。あ、そうすると種が飛んできても全部飛んできて、なるほど。熱がない。そういうことですか。1.3 キロ先ですから、結構行けるわけですよ、この車で。しかもまあまあそれなりの速度出ますね。20キロぐらいはね、出るんですね。
あまりね、アクセルを踏んでると、はい、うん、空回りして、うんうん、あ、大島の3分の1なんですか、うん、これが。へえ。あ、どんどん、あ、これは面白いですね。あの柵のですか。はい、あそこが自動車の限度なんですね。なんか自然を破壊する、はいはいはい、なるほど、はいはいはい、乗り入れない。あ、そうですね、これより先もちょっとね、下ろしていただいて、うん、それちょっと止まります、ね、ありがとうございます。日本で砂漠という地名がついてるのはもうね、ここだけしかないそうです。で、これはあの車よけなんで、別に人間は普通に越えていって問題ないんですけど、綺麗な溶岩ですね。あ、本当ですね、いかにも溶岩って感じですね。あのブルーがかかってるんですね。そうですね。へえ、光沢があって穴ぼこだらけだしね、とっても軽いですね。あ、ありがとうございます。なんかこれも火山から出てきた時の反応でこうなるんですよね、多分。急に増えるとね、やっぱこういう感じなんですか。これ木ですね、黒い溶岩ですから。はははあ、きらめきがついて、徐々に冷やされた溶岩っていうのはここに茶色いんです。ほう、あ、そうなんですか。あの酸化された、はい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 、急に冷えるとこう光沢がですから、これはもう火口付近の溶岩、はいはいはい、徐々に冷やされて、あ、でそれがここまでなんか転がってきたかなんかで来たんですね。なるほど。昨日も一日三原山を歩きましたけど、裏砂漠の方はねまだ来てないし、また全然印象が違います。昨日もお話ししました木星号のね、日本航空の飛行機の事故ですけども、この辺りに追突してしまったみたいですね。外輪山のかなり高いところ、600メートルですか。この裏砂漠は大昔からなんかこういう風な感じでやってたみたいです。基本的にあの今元町港のスタート地点の真裏ぐらいにいるんですけども、あの溶岩は向こうの方に流れますんでね。ただ風が強いんであまり植物も生えず、最初にこういう何もないようなところに入るのが八丈ススキと、それからね、このちょっと赤い葉っぱを出します八丈イタドリ。これ頑張りますよね、こういう何にもないところでね。もう大体いるのはその2種類です。いいっすよね、これ。こういう風にこれこうですよ。これはね、タクシーでないとできない醍醐味ですが、何度も言うんですけど、別に宣伝じゃないですけど、そんなにとんでもない金額がかかるわけじゃないっていうのも合わせてお伝えしておかないとね。ちなみに普通自動車免許を持ってればできるバギーというのもありまして、あのさっきの僕が朝ごはんを食べたあの BTB というところで借りられるんですけども、それであの島をねぐるぐる回りながら自分でここを運転してやるという楽しみ方もあるそうです。だからまあタクシーで来るかそれで行くかの大体その2つなんじゃないですかね。あの新中央航空もあの結構満席になりがちみたいですね。あの19人しか乗れないんですよ。ずいぶん少ないですね、うん、結構やっぱ島の人使うんですか、あれ。あんまり使う、ジェットアイルの方が便利ですけど、でも。ああ、そうですか。いや、東京に行くの。はいはい。まあ、そうですね、調布じゃね。ああ、そして、大島の大仏ね、南東側まで降りてきましたが、ああ、よく見えますね。はい、大島の名所、名所の一つ、筆島です。まあ、筆がこう逆向きになっているような岩があるということで、筆島。これもいいんですが、これとこの断崖絶壁を両方合わせた、この感じが素晴らしいんじゃないですか。こんなところをね、全然それ通れないわということで、自動車とかはこの遥か上のところをずっとこう行ってるわけなんですが、なんか教えていただいたんですけど、大昔はこの海岸線のところを人が通っていたようでして、なんか見るとなんかあるんですね。これはまあただ防波堤のやつなのかな。もう昭和30何年とかに、さっきのね大島一周道路ができたということなんで、ここにはもうほとんどその昔の道路の跡形とかは残ってないと思いますけど、これも赤い壁で綺麗ですね。向こうはね、地層がちょっとあらわになってます。後ほどまたはっきりあの見ていただける場所がありますが、大島の土地がどのように火山の影響を受けてきたか、多分そういうのが分かるんじゃないですか、あれを見れば。なんかここはね、砂浜になってまして、今はなんか道潮らしいんですね。だからこういう風にいっぱい来てるんですけど、潮が引くと歩いていけるらしいんですよ。で、なんか昔はここをこうずっと歩いてたらしい。これももしかしたらその当時のなのか、自然の侵食でできたものなのかは分かりませんが、この筆島ももともとはあのここにもっとなんか大岩があったらしいんですけど、全部侵食されて硬い部分だけがあのように取り残されて、今ああいう風になってるそうです。もともとはこの
急な断崖絶壁のこのものがですね、大きな一個の火山だったり、まあ、どこかこの辺でボンボンこう吹き上げてこんな風になったんだと思うんですが、なんでそれが分かるかと言いますと、今教えて、ね、いただいたんですけども、運転手さん何でもご存知でして、これがね火口付近の特徴らしい。昨日赤だれも見ましたけど、あれもまあ噴火口、ね、近くだったじゃないですか。でこういう風なものがあるから、まあ、おそらくここが昔はここが火山だったんだろうと。三原山ができる前は大島は3つの火山にまた分かれていたようです。向こうにこれ十字架ありますが、大島は江戸時代ぐらいからもっと昔からかな、島流しにされた人たちが結構来るようなところでして、大島とか八丈島とかね、他にも新島、神津島、式根島、そこら辺もそうだったようですけど、キリスト教徒の方がですね江戸時代に流されてきたので、ああいう風な十字架も設置されているそうです。引き続き出発。これに電柱がありますが、地下に埋設する工事をしてるんだそうです。台風で倒れたりとかするとその都度直さなきゃいけないからね。ここに今看板が出てますが、羽生港と書いてあります。元町から大方、そしてぐるっと大島公園のところとかを抜けて、今ですね羽生港に来ました。まあ、こっちが北なんでこういう風な感じになるんですけど、大島の中でもねここはもう来たことがない人は一度は見た方がいい立派な美しい港です。これがハブの港。大昔にですねここがまず火山で噴火したらしいんですね、もともとね。でそれでボンってやりますと、ここは穴が大きく開いて、で、まあ、ここは最初そうですよね、ここ繋がってなかったんですね、一番最初は。そうですよね、湖になったらしいんですが、その後ですね地震による津波によって決壊した、はいはいはい、で繋がって、でもまだなんか岩がゴロゴロしてたから船が入れる状態じゃなかったらしいですね最初は。そうですね、というのをここをですね江戸時代にすごい頑張って工事した人がいまして、大きな岩とかもう全部人の手でどかしてですね、波をかぶりながら大変な工事をしたそうですけども、そして今ではこんな立派な天然の良港と言われるものになっています。まあ天然の良港って言ってもね、ここ相当頑張って工事したんで、ただそれだけで片付くような話でもないと思うんですが、江戸時代ぐらいまでね東北の方から来る船とか、それから千葉の方で、今見えないですけど向こうの房総半島とかね、その辺で仕事する船とかが嵐に遭うと、もう江戸まで逃げるところがないということで、そうですよね、もう逃げるところがそうないから、もうとにかくここにこう頑張ってですね目指してやってきて、それでここで落ち着けば、まあ、なんとかなるという場所がこの羽生の港でして、そういう目的でねこれは頑張って作ったんですけども、まあ、逆に言うとそれまではこういうのがなかったから、もうみんなナンパしたりとか、もうすごい数死んでしまっていたようですよ。ちょうど今港に漁船が帰ってきました。素晴らしい眺めの楽しめるところでして、これね上からの景色だけではなくて街並みが素晴らしいというのがいいこと。もう昔の眺めそのままです。歴史的には実は元町大方の方が港としては古いらしいんですけどね。ハブの港の中心はここだそうで、これ昔旅館として営業していた建物、宮戸屋旅館。伊豆の踊り子、伊豆の踊り子っていうのはそもそも踊り子がですね、大島出身の人らしいんですが、踊り子みたいな人がね、ここで昔は踊ったりとかしていたらしいです。それから今教えていただいたんですが、これね、市場だそうでして、今みたいにやってきた船がお魚あそこへ集めてですね、で、それからまた大きめの船に乗せて、今は豊洲市場へ持っていくそうです。朝 BTB の本を読んでですね、それ知ったんですけども、秋広平六さん、この人がハブの港をなんとかしなきゃいかんと言ってですね、なんか元々は房総の上総の国から来た人らしいんですが、この大工事を陣頭指揮したそうです。このハブのあたりまではねバスが来るんですよ。もう結構長く乗ると思いますけど、元町からハブ行きのが来るのかな。ぜひね乗って、これがね大島初めての方は行ってみてください。実際に乗るの降りてみていくのも素晴らしいところです。下る地で下っちっていう、はいはいはい、肩が投げてるか分かんないです。そうですね、今ねこう上から降りてきたところですが、これね火口時代のその壁がこういう風に残っておりまして、あそこはもう大昔にここが噴火して、その当時のままですね、だいぶ下まで下ってきましたよ。ここから昔はマグマがボンボン出てたわけですね。今は水が溜まり、そして海とつながっています。ここにもっともっと大きい船がね、はい、海洋国際の練習船がある。ああ、これもそうなんですか、ね、これもそうなんですか、はい、もっと大きい船、外国行きますから。ああ、そうですよね。さっきこの河口の上のところから見下ろしました。昔の町並みがここにね、左手によく残っています。
そしてここが羽生港の表通り、もう大昔の姿そのまま留めています。昭和のね、一時期が漁業の最盛期だったそうですが、その時のこの辺りの土地はなんかさっき運転手さんがおっしゃるにはね、銀座の土地より高いと、そういう時代があったそうですよ。ある程度リフォームとか改装みたいなのはしてますけれど、基本的には昔の作りそのままで残っています。これは旅館ですね。伊豆の踊り子の里と書いてあります。川端康成の小説に出てきた伊豆の踊り子は、まあ、実在の人物がモデルで、確かね、誰が踊り子のモデルっても特定されてたと思うんですけど、この大島の羽生港の人だそうです。小説にもそう書いてありますね。これが昔の旅館、中も入れるそうです。明治大正の時代に作られたこの古い建物は、実際ちょうど伊豆の踊り子の時代と同じくらいなんじゃないですか。川端康成のね、泊まった旅館も前に泊まりに行きましたけど、まあ、ここは踊り子が普通に働いてた旅館って感じですね。あ、そうこういう感じね。旅館があってお座敷をやってて、でそこでまあこの人たちがお客さんじゃないですか。でこの人たちに呼ばれてお座敷でこう踊りや歌や演奏、太鼓などを披露すると、そういう仕事の人がこの辺りにはもうすごくたくさんいたそうです。この人たちは観光客なのかな、多分そうでしょうね。大きなサザエですよ。今でも大島ではもちろんサザエが名物です。もう相当にぎわっていたそうで、東海汽船の航路も昔はハブにも結構来てたんですよね。大島、下田、あとは浦賀に行く航路というのがありますが、今ね大型船は入れないので、ここへ来る航路も基本的にはないとのことです。あ、上もまたこんな大きなお座敷の間があるわ。なんか相当にぎわってたらしくてね、階段も向こうにもこっちにもあるんですよ。人がいっぱいずっとこうこの中で動き回ってたんでしょうね、昔は。それじゃあここらでちょっと一休み。お寿司屋さんとかもあるんですが、今はねコロナでやってないみたいで、前にねお会いした方のされているお店がここにあります。2階はねお住まいにされてるらしいんですけど、ここもね取らせていただいていいということで、いやーありがとうございます。これすごいいいですよ、この2階のこの出てるところからね、こうやって見ると、いや栄えてる街の光景じゃないですか、これまさに。いつぐらいに建てられたものなんですかって伺ったらですね、大体80年前ぐらいではないかということだったんですが、 いいですね。非常にこれ下からね今写真撮っていただいたんですけど、これもなかなかいいですよね。あの非常になんていうんですか、戦前の趣があるような感じでね、そのままの姿で留めています。お店の中はこんなに素敵にリフォームをされていて、コーヒーを扱うカフェとして営業されてるわけですが、結構ねこういう現代的な、あのなんていうんですか、外から来た人でも気兼ねなく入れるところってなかなか羽生の港だと貴重だと思いますよ。休憩にコーヒー入れていただいてるんですが、僕はコーヒーはねあんまり強くありませんので、今回は大島牛乳を多めに、ちょっと特別にね薄めに作っていただいてます。大島牛乳をたっぷり使った、これですね、こだわりのカフェラテと書いてあるやつですが、あの大島牛乳というのはね空港の近くで牛を育てて、前はあの三原山の方でやってたらしいんですが、今牛の場所が変わりまして、でもやっぱり大島のものですね。もちろんこの島内で作ってるものですので、だいぶ数が少なくて希少価値は高いそうですよ。ここに、ね、大島牛乳の解説が書いてあるんですけど、昔は大島牛乳っていっぱいあったらしいんですが、だんだん、ね、数が減ってきて、でまずあの普通に流通するということは、ね、一時なくなったらしいんですが、それが1年後に復活してですね、今ではまたあの普通に購入できるようになってる。先ほど皆さんにあの朝紹介しましたね、大島バターを使ったあのホットトーストってありましたけど、あれもやっぱり相当なかなかね、まあ、あの数が多くは出回らないようなバターを使ってるわけです。ネタが、ありがとうございます、はい、よし、もう大体回りましたね。まあまだ4分の3周ぐらいしかしてないですけど、ここから先はね割と都会的な感じ。羽生港の透明度も非常に高いですね。こう水もね美しく澄んでおります。ここ相当深いそうで、
なんか あそこの湾の出口のところね、開く工事を江戸時代にやった時もあそこにあった大湯はなんかこの地下のところ噴火口深いからもうこの中にぶち込めば大丈夫ですよとか言って、ここにねその当時の大岩がゴロゴロ落ちてるそうです。さすがに見えませんけどね。もうこっから先はなんていうんですかね、ハブがね大島のまあちょっと違うかもしれないけど大阪みたいな感じで、でそれから元町はまあ大島の東京みたいな感じなんですよ。もうこっから先はあの大島の東海道的な割と人がたくさんいるようなところを通ります。こちらですね、東京都立大島海洋国際高校。これ非常に面白い高校ですよ。もうさっきも言いましたが全寮制で、であの船乗りとかあの船に興味のある方はねぜひあの来られたらいいと思いますが、結構大変なあの勉強もいろいろ多分たくさん大変だと思いますんで、もしかしたら覚悟がいる進路かもしれませんけどね。次は佐敷寺です。これね大島第2の町はですね、まあ、1番があのさっきのまず元町なんですが、2番がこの佐敷寺で、ここに挿し木でいろいろと木を植えて増やしておりましたので、それで挿し木寺という名前になったそうです。ちょうどバスが来た。一生懸命走ってですね、ハブの港へ向かってます。ハブの港の方が地名としてはとても有名で観光客もいっぱい行くと思うんですけど、あそこはやっぱ土地があんまないですもんね。行くのも河口の下へ降りていくんで大変なところですし、また見え始めました。昨日よりくっきり見えてるようですね。豊島、新島、式根島、神津島も見えます。多分三宅島も方角変えれば見えるんじゃないかと思います。見えますよね今日ね。多分前方からねスクールバスが現れましたよ。小学生たちを乗せるバス、今乗ってないみたいですけど迎えにくい、ね、あーなるほどなるほど、はいはい。大島にはもともとねすごい数な7つでしたっけ小学校、うん、7つあったらしく、今は統廃合でね3個になっているということですが、でもやっぱ大きいからねそれぐらい学校も必要ですよ。それはあのスクールバスで送り迎えするということになるわけです。さっきはあの佐敷寺とそれからハブと、まあ、すぐね近いところ2つ集落を通りましたけど、もともとは両方に小学校あったみたいですね。赤海、はいはいはい、あそこのところだけない、ここですね。ないあ本当ですね。入って行ってみます。あちょっとじゃあいいですか、ね、すごいちらっと見て、すごい砂浜です。こういう名前ならそれは砂もすごいですよね。いやちょうど工事中のようなんですが、これが佐野浜、砂の浜と書いて佐野浜。まあ確かに亀が上がってきそうですね。明るいと亀は困るそうですんで、こうやってきてですね、で穴掘って卵を産んでまた海へ帰って涙を流すそうです。まあ、それだったら塩分の排出が目的らしいんですが、あ三宅島も見えますわ。分かります、あそこにねぼんやり島影ありますよ。亀の産卵の時期は5月ぐらいらしいですけど、まあ、5月というか春の時期らしいですが、今はねあの卵を取ることは禁止されてますけど、昔は卵を取って食べるってこともあったらしいですよ。さあそして来ました、昨日からねずっと言っておりました、これです。地層大切断面というやつでして、これはすごいですよね。もうなかなかこのレベルのものになるとね、僕もいろいろ全国行きましたけど他には今のところ思い当たるものはないな。外国にもこういうのまあ探せばあるかもしれないですけど、もう関東周辺でこんな立派なものが見られるのはもうこれぐらいですよね。で奥にもねまたずっと続くんですよ。すごいねこれね。これちなみに最近ですね表面をあの削る整備をしたそうでして、昔よりもまたさらに綺麗になりました。このザリの層が噴火の時期なんです。ああこの黒いのがですね。なるほどなるほど、はいはい、あのさっきあの浦沢君のところにあったやつですね。でそれに火山灰、なるほどなるほど、ですから以降100回でなく噴火してる、はいはい。まあ割とこうやって見るとその等間隔で噴火の跡があるから、そうですね、あのねこれ約2万年の間に噴火してると思ってもらう。ああそうですか。で氷見られるだけでも97層ぐらいです。はいはい、あそうですかそうですか。でもやっぱり時によってあの層が薄くなったり厚くなったりするから火山の噴火の規模で変わるんですね。そういうことですよね、うん、あのザリの層が幅が広ければ噴火の時期が長い、そういうことですね。長く噴火していっぱい出てきたんですね、うん、あーすごいですね。これ通称ね、バームクーヘン。あーそうですねバームクーヘンってもともと地層って意味なんじゃないですか。確かドイツ語でそういう意味なんじゃなかったかな。下はね塩工場、
昨日から何度も紹介しております海の精という塩があるので、もう僕ん家で使ってるって何回も言ってると思うんですが、これもまた作ってまして、まあ、大島の名物ですね。もういろんなところに工場あるから相当売れてるんですね。この青空バッグのこの大切断面素晴らしいな。やっぱ前に来た時よりもなんか僕がいろいろ詳しくなったんで、より感動できるような気がする。これどこまでもこう続いていくのがいいですね。あそこのこう終わりの曲がり角のずっとところまでね。まあ、この基礎切断面ね、これはでも切断してこんな面にならないですけど、もともとは一体何だったのかって話じゃないですか。なんでこんな風にいきなりこうビシッといきなり切れてるのかというと、まあ、実はねちょうどそこの下のところにやっぱりこの大島一周道路のもともと旧道があったらしいんですよ。でそれがもう全部一応こっちに新しい道路を作るということで切り替えになった時に、ここをまあ切り通しみたいな感じでこうギッと切るじゃないですか。で切ったらこれが出てきたんで、ああこれはすごいと言ってですね、ずっとこれから先の部分もこんな風になってる。なんか今運転手さんに教えていただいたんですけど、もっとねこう切るとその分だけこれが下に伸びていくという可能性は大いにあるそうです。通称がバームクーヘンですので、こういう風にねバームクーヘン柄のバス停になってます。バスの便数はハブ港のエクバスとして、まあ、こういう風に結構で通っておりまして、空いてる時間だとね、僕が前にここ通った時は大島バスの運転手さんが減速してくれたりしたんですけど、まあそれはいつもやってることなのかな、もう10年も前の話ですからね、それやってもらったの。まあわからないんですけど、ともかくバスの中からもよく見えますんで、ぜひね、楽しんでいただきたいですね。三原山の外輪山と、それから山頂方面ですね、両方ともここから見渡せます。あ、しかし花盛りでいいですね。奈良の吉野にも負けず劣らずの立派さじゃないですか。昨日登った赤だれのところも見えますよ。こんな上なんですよね。あそこのもうギリギリ縁のところから、こっちを昨日は見下ろしたわけです。大島の焼却場。あ、ゴミ処理場がここにあるんですね。うん、あ、そうか、街の中で処理しないといけないですもんね。今は煙出ないんですよ。あ、そうなんですか。もう随分いい焼却炉があるんですね。いい焼却炉。さて、今度はもうだいぶね、ラストスパートですけど、道路のこの脇のところにですね、池がありまして、大島ではもう珍しい池です。結構今は小さいですけどね。大島ではね、カッパ池と呼んでるそうです。結構珍しいですよ、こういうのは。これは基本的に枯れることはないそうです。雨水がここへ流れてきて、ここへ道が作られるときにですね、ここのところでこういうふうにせき止めまして、それでそれ以来、池としてずっと残っているという話です。いつ頃の話かは分かんないですけど、昔々、お姉さんがですね、この池のところへやってきて、ちょうど、ここで滝木取りをやっていた時に、まあじゃあちょっと水飲もうかなと飲もうとしたところ、湖の中に行って、そしてそのまま姿を消してしまったと。これはきっとカッパが安住の地の水を飲み枯らそうとする村人どもを懲らしめようとしたに、まあ、違いないということになりまして、それからですね、この辺りの人たちは水に困ったということがあっても、やっぱり全然この水を使うということはしなかったそうです。昨日ですね、三原山の上のところで滑走台の跡地、コンクリートのね、打ってあるのを皆さんにも紹介しましたけども、滑走台が終点がここからね、ずっと登っていったところにあるそうでして、で昔はどうしてたかっていうと、三原山のところからね、滑走台に乗って滑り降りてきた人がこの奥のところですね、滑り降りて、でそこに到着したらば向かいのバスが来て、もう戦前の話ですよ。それでここからなんかブーっと元町の方になんか帰っていったとか、まあ、なんかそういう話ですね。私有地なのかな、マンホールとかの様子を見るに私有地ではなさそうではあるんですけど、立ち入り禁止と書いてあるんで、ちょっとね、入るのやめておこうと思います。その大昔のバス通りですね、観光用の。今バスはもちろん通りません。カッパ池から出てる水がすごくこうちょろちょろちょろっとですね、非常に小規模な沢になって、この先海の方へ続いて流れていくのが見えます。大島はもう昨日から見ていただいているように、ああいう火山灰の地質ですので、どんどんその中に染み込んじゃうんですよね。でなかなかね、川とかそういう風なぐらいに水が集まっていくということはもうないようです。よし、これでね、僕が一周の間に全部見ようかなと思っていたものは大体過ぎました。あとはもうそろそろ帰りにはいい時間ですよ。今ね、2時36分なんですが、帰りの船は3時半。今日は先ほど言いましたように元町港ではなく岡田港からですので、もう幾分進んで、まあちょうど出版の40分前とかそんぐらいには着くんじゃないですかね。もうちょっとかかるかな。いや、もう30分かかんない。そうですよね。今大島で一番最初の集落だそうです。ここは一番歴史があるそうです。野町を走行中で、またハブの港に行くバスが向こうからやってきましたが、
あそこに大きな、ね、電波塔みたいなの立ってあれが元町ですね。これこの橋があるんですが、今ねまさにちょうど聞いたその場で皆さんお知らせしてるんですけど、この橋の下にですね、あ、これ右をちょっと取るしね、これですね、これ溶岩誘導路っていうのがあるそうでして、もしも噴火したらば町の方ではなくこっちに溶岩を通すというふうな仕組みになってまして、そうすると、まあ、海にそのまま溶岩に行きますから町が燃えずに済む。前の昭和、61年の噴火はですね、もう町の本当ギリギリのところまで溶岩が迫っていたそうでしたので、下手すりゃあの人の家が巻き込まれてますから、そういったことを軽減するためのものです。さあ一周し終わりましたよ。もう元町、ここは大島町役場、ここでね船がここから出るんだったら便利だったんですが、あと車で 7.5 キロの距離だそうです。もう一度岡田まで行ってそれで船に乗れます。急な坂を下ってそろそろ無事に岡田港の到着。でもねやっぱこれ出版校間違える人いるらしいんですよ。まああまり説明がされてなかったりするからちょっと難しいところはあるんですよね。朝の7時半になったら今日はどこの港から船が出るかね一応確認しといて、まあ人によるとは思うんですけども、どこの港から船が出るかっていうのはその島でも一二を争うほどの大きな関心事なんじゃないですか。あ、じゃあそうですね、バスはこっち行きますよね。あ、バスはこっちなんですか、うん、はいはいはい、あ、そうですか、向かいはこう通ってます。あ、そうなんですか。これ交差できないんですよ。あ、じゃあ昔岡田に降りるのは相当大変だったんですね、はい、うん、こんなところすごいですね。カーブがね、そうですね、やっぱなんか岡田はちょっとあの港としてはいいんでしょうけど、使うのはなるべく避けたそうですね、この感じだと、ね、特に昔は。バスで行ったんですか。あ、そうですか。あれ今はこっちからも行けるんですね。すごいですね。だから船が入った時バスがどんどん来ますからね。はいはい、もう上で交通整理ですよ。あ、もうそんなだったんですか。もう交差できないですからね。そうですよね、もうバスがみんないなくなったらじゃあ降りてくださいってなんですね。ちょうどサルビアマルが出てきますね。お、遅れてんのかな、もう3時です。あ、そうですね、うん、2時半ですね、2時半ここね、そうですね。あ、今日はラッキーですね、ユイが来てるな。もう新鮮で、そうですね、あ、当たりですね。ちょ、運用が複雑ね、あれがね、最新型のね、ユイなんですけど、僕も1回試乗会で乗せてもらったことありますが、それだけで、あれ東京からの便なんですよね。で、あれに乗ってかれるのかなと思ったら、あれは今度ね、大島発熱海行きになるそうでして、で、私の乗る船は、今熱海からこっちへ向かってる最中らしいんで、まあしょうがないですね。いろいろあっていいですわ。そしてですね、昨日多分宿で皆さんにお話したと思うんですけど、最後ね、あの第64代のミス大島の方が、ね、来てくださるという話をしたんですけど、あのもうお越しいただいて、じゃあそれではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さっきからね、お話ししたかったんですけど、はい、なかなかやっぱね、あのお互いに先に喋っちゃうと喋ることがなくなって、そうですね、そう、あの我慢しようよ。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。そしたらちょっと教えていただきたいんですけど、はい、あの僕はあのいわゆる大島であんこさんって方、この格好されてる方おられるじゃないですか、はい、でもどういう風な方なのかとか何をされている方なのかっていうのよくわからない、ちょっと教えていただけませんか。はい、あんこさんっていうのは、はい、あの本当はお姉さんっていう意味がありまして、はい、でも最近では、はいはい、あの市松模様のあんこさんの衣装を着た女の方を、はい、女性の方をあんこさんで呼んでいますね。はいはい、市松模様って、あ、じゃあ、はい、今この格好は違いますね。そうなんです。今日はスーツさんにお会いするので、はいはい、今日は市松模様ではなくて特別な日に、あ、観光総裁などに着てくるあんこ衣装を着てきたんです。あ、そうなんですか。あ、じゃあこれ正装ってことですか。つまりそう、おしゃれ着って感じですね。あ、そうなんですか、はい、これは普段この格好であんま出られてないですよね。そうですね、普段は市松模様のあんこ衣装を着て活動してます。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。珍しい姿を拝見しました。そうすると大島の女性がこういう風な格好を昔されていたってことですか。まあこれはそのいい時の格好だと思うんですけど、はい、そうですね、普段は、はい、あの水を汲んだり、はい、薪を集めたりする際に着ていたのが作業着として、こういう作業着な、あ、そうなんですね、作業着なんですけど、すか、はい、今日着てきたのはこのおしゃれなあんこ衣装として着てきました。あ、そうですか、はい、であとじゃあもう一個お聞きしたいのは、はい、あの第64代のミス大島さんされてるじゃないですか、
あのミス大島っていうと普段、まあ、あのいろんなところで僕 ポスターとかに出てるからもちろんあの前から存じ上げていたんですが、はい、どんなことを普段されてるんですか？島内のイベントに参加したり、はいはいはい、島外の PR を島外に PR をしに行きます。じゃあやっぱ、まあ、あの見ててやっぱそうだろうなと思ったんですけど結構責任ある仕事ですね。そうですね。かなり、はい、そうですね責任重大なお仕事させていただいてます。はい、そうですよね。東京も結構行きます？そうですね、あの本来であれば椿祭りが、はい、あ今そうですね、そうですね、はい、オンラインで開催中なんですけど、はいはい、普段のイベントの際に PR に当該に伺ってます、あそうですか。じゃあもう東海汽船ジェット船乗りまくりですね。そうですね、もう普段からたくさん乗ってます、はい、あそうですね。もう多分10時20分のやつで行ってまたなんか夕方帰ってくるかそのパターンですか？大体あれですね、はい、夜の大型船で乗って帰ってくるっていう、はいはい、じゃあもう夜行便で帰ってくるんですね。そうですね。あ大変ですね。ありがとうございます。大島の PR、まあ、あの僕大島の人ではないんですけど、はい、あのまあ、僕大島好きなんであのもっと、ね、あのいっぱいあのご活躍いただいてあの、はい、大島がにぎわってくれる僕も、ね、あのファンとして嬉しいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかこんなすごい出迎えで見送りまであると思わなかった。さあなります。すいません。これがジェット船の内装です。普通の特急列車とか飛行機の座席よりちょっと横幅が広いですかね。乗船券はスーツ様とやはり今回も書かれています。あの普通の方は本名で申し込まないといけませんので、これあの私と東海汽船さんが、ね、いつもいろいろと親しくしていただいてまして、それでこういう風に特別な乗船の仕方をさせていただいています。こうやって大島を一周してみると、あこんなにいっぱい桜が咲いていて、いや私もねここまでは花がいろいろ咲いている島だという印象そこまでは強く持ってなかったんですが、椿ぐらいだと思ってたんですが、いや山の上のところまで白くなって本当に春爛漫の時期ですね。港でこちらへ大勢手を振ってくださっています。これはだいたい港の方が大勢こういう風にやるという光景はいつものものですが、今日はですねあの私が仕事でお世話になった方が結構おられますので、そういった方たちで若干いつもより人が増えています。特に観光客の方はミス大島がいるなんて思われた方もいたかもしれないけれど、いやまさかね僕を見送るために来てくれていたとは、まあ、それに気づいている人はさすがにいなかったと思いますが、まあ、もちろん他の船の皆さんにもねミス大島としておそらくこういう風に手を振られていたんじゃないかと思います。今回は皆さん本当にお世話になりました。小さい頃から伊豆諸島に育ててもらったと、まあ、そういう風にもですね言っても私過言じゃないぐらいいろいろともずっと言ってまいりましたので、今回正式に伊豆諸島の観光の振興になるんですね、そういう企画に携わらせていただいたことを本当に光栄に思います。またこういうことをやりたいですね。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではジェット船は今から離水作業をしてどんどん速度を上げているところですけれども、船体を完全に海の上に出し時速80キロ程度で東京湾へ向けて猛スピードで帰っていきます。海の上で時速80キロを出すというのは相当な速さでして、これほど速い乗り物は海の上ではもう他には、まあ、もしかしたら自衛隊の船でこれより速いのがあったかもしれないけれども、それぐらいですね。本当にすごい速さなんですよ。目線がさっきよりもだいぶ高いの分かりますかね。今離水作業が終わりました。だいぶ船が水の上の方へガバッと上がってきて3階建てぐらいの高さになっています。大島の最初にお方のあたりを過ぎてからずっと旧道がこんなところ崩れてますよみたいな、今日さっき紹介したところ海から見るとこんな断崖になってるんですね。でも山の稜線が見えるところはこんなにいっぱい大島桜が咲いていて、いやすごいですね。さっき通過してきた橋とあの下のところになんか白いガードレールみたいなのが見えてるけれど、あ昔はあんなところを削って頑張って通っていたのか。今回とても大島に詳しくなることができました。あの端っこのところあの辺をもうちょっと南の方ですけれど歩いたんですよね。船内では安全のビデオが流れます。多分飛行機に準じているんだと思うんですけど、突然船が急減速したりもしくは大型海洋生物クジラとかそういうのにぶつかってしまうという可能性もあるので、このスピードに対して十分な注意をするためにシートベルトの装着が義務付けられています。で特に離水作業と着水の作業中は十分に注意しておかなければいけません。横須賀が近くなってきたんでしょうか。なんか軍用のヘリコプターがバラバラ2台くっついて飛んでいるのが見えます。大島はもう本当に本土から近いですから、房総半島の内側のところまで来たようです。立山沖を航行中、もう少し進めばいわゆる浦賀水道、東京湾の中でも船がたくさん通っているところを通ります。早速向こうにこれは第28福寿丸ですね。これはね東海汽船グループの伊豆諸島海運の船です。
貨物船なので普通の人は乗ることができませんが、おお、同じグループの船をここから追い抜くか、なかなか面白い経験をしました。向こうも頑張っていますが、こうやって他の船を見るとジェット船の速さを実感できます。まず第28福寿丸を追い抜くと、今度また前方に別の大きな船が見えます。あれはさっき先発したサルビア丸です。同じ東京行き、途中どこにも止まらずに東京までまっすぐ向かいます。あっという間に追い抜かします。向こうも結構ザブザブやすなんか速そうに見えるけれど、こっちの速さはもうそれ以上ですね。奥に蜃気楼が見えてますよ。サルビア丸もそうですが、なんか建物がちょっと海の上に浮かんでるように見えるの分かりますかね。この辺りになると船の数はもうどんどん増えてきます。東京港の一番奥の奥まで行くよりも東京湾の入り口のここら辺の方が船は多いですよね。もう本当にすごい数です。その中でも一番早いのが乗船中のセブンアイランドジェット船です。この V、 これがですね、大型船舶の通り道を示していまして、この船は浦賀水道を通らないので、多少その周りを通って、そしてですね、うまいこと速度を出しながら他の船を避けながら走っていきます。こうやってみると向こうの船があっという間にこちらへ近づいてきます。それだけこの船が速いということです。普通に海だけ見ていると速さがなんかあんまりよくわからないんですけどね。でもすごいですよ。もう久里浜に着きました。この船は東京までの直行ではなく、途中久里浜に寄港することになっています。ジェット船は速くて、そして途中寄港もそれほど時間はかからないので、こういったことができるんですね。ちなみに今回はやっていませんが、館山に寄港する便もあります。横須賀は海軍の町として知られていますが、今向かい側にあったのが、あれ海軍の施設かと思ったらね、そうではなくて刑務所とか少年院だそうです。久里浜港には東京湾フェリーも就航しています。これに乗れば東京湾を横断して反対側の千葉県浜金谷まで向かうことができます。しかし今は新型コロナウイルスが発生してしまったみたいで、感染者が出たということで人員を減らして運航中。そのため船の便数がだいぶ減っているそうです。まあこればっかりはしょうがないですよね。本当に船は着いたと思ったらもう一瞬で出ていきました。接岸そして離岸がもう本当に早い。あっという間に出て行ったと思ったら、このような小さなタグボートがまたすぐ入れ替わりで入ってきます。忙しい港です。ここでもう一度離水作業をします。飛行機の離着陸と同じような感覚です。向こうにまたサルビア丸が見えます。まあこれは直線距離で考えればちょっと抜かされたと言っていいでしょうか。サルビア丸はこの船の半分ぐらいの速度しか出ませんが、しかしそれでもずっと止まらずに動いていますので、一旦ここで追い抜いていったわけです。またもう一度抜き返します。ぴったり横を走るとかそういうことはしませんけどね。さっきと同じように少しずつサルビア丸が後ろへ下がっていきます。倍の速度で航行するというのはなかなか驚異的な動きです。小回りも効きますしね。その小回りの効く歩道を今から見ていただきます。自転車とかね、それからレーシングのバイク、そういうのをまるで乗っているかのように、もしくは鉄道の専用式振り子装置、それでもいいかもしれませんが、急にですね、こういう風に船体を結構傾けてなかなかダイナミックな航行をします。周りに船がいて、もちろん安全を十分注意して、まあ、それで航行するわけですが、こんな感じで合間を縫うようにしていくわけですね。なかなかかっこいいですよこれ。そして今船が作った波の上を航行していますが、船体はもう完全に海面から出ていますので大して揺れるということはありません。大島の方もみんな言ってますね、うん、ジェット船は揺れないよね。奥にサルビア丸が見えています。あっという間に東京スカイツリーに、そんなのが見えるところまでもう帰ってきました。本当に早い、揺れない、何もかも素晴らしい。そしてあともう一つ言うとすればかっこいいですかね。手前に見えてきました、これは毎日度ご紹介いたしました第一海砲です。これ第一海砲はもともと日本軍の防衛施設として、ここにあった島を改造して作ったものらしくて、で戦後はアメリカ軍によって爆破解体されました。あのレンガで作っているところ、これがですねぐるりと周りを取り囲むようにして、なんかあの防衛の関係の武器をいろいろと操作するための場所だったようですが、爆破解体された時のそのままの状態でずっとここに残っています。東京湾アクアラインも見えます。なんか車随分多いみたいですね。海ほたるパーキングエリアから地下に入り、そして船はその上を通っていきます。こちらにトンネルの換気口も見えています。これは多分僕がこの時に Google マップの方向で確認した限りは多分千葉市の景色です。もし間違ってたら申し訳ないですけど、ちょっとねコンパスがこの時おかしかったもんですから。ただどんどん東京の方面へ近づいています。見えましたのは東京ディズニーシーですね。あれはね、
一生出ていくことはない、しかし立派な蒸気船が見えています。ディズニーシーのあのでかい火山とかおなじみの地球なんかもありますね。ディズニーリゾートラインとかその周辺のホテル群なども見え、もう東京湾のだいぶ奥の方までやってきました。大島から東京まで所要時間は今回1時間と45分ということになっていました。途中横須賀に寄港してこの時刻です。ちなみに横須賀で降りてスピード自慢の京浜急行に乗り換えて東京へ行った場合早く着くのかというと、まあ、残念ながらそういうこともありません。もう逆に言うとあの京浜急行ぐらいですね、素早い速度でビューッと、もう途中止まらないわけですから結構早くジェット船は行ってしまいます。今現れましたシンフォニーモデルナですね、この間私が貸し切りで利用させていただいた船です。もうあとは東京ゲートブリッジ、どん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 向こうを見ていて東京の中枢の景色が広がっていきます。この次にかかっている橋がレインボーブリッジです。もう見えてきます。大井ふ頭によるような大型の貨物船をビュンビュン横から追い抜いて、結構もう着岸の直前までそれなりのスピードを出して飛んでいきます。なんかカモメが変な飛び方をしましたね。飛ぶ鳥を落とすような勢いでまさに次々進んでいくこのジェット船、早い早いと思って周りの船を見ているとあっという間に東京に到着です。海上保安庁の船が見えます。江戸時代から使い方はずっと変わっていないようです。ここがお台場、何か江戸東京が攻められた時にはここを防衛施設として使うということで、もともとは作られましたオリンピックの会場となる予定の地でもあります。お台場の昔の遺跡を見ながら船はスピードを落とすと言いたいところですが、これだけ東京の都心まで来てもまだそれほどスピードを落としません。結構速いんですよね。これが確か第6台場だか第3台場、大昔の一番古いお台場の中の一つだそうです。また次々カモメが飛んでいきますが、まあ、カモメが変な方向に行っているというよりはこの船が結構スピードを出しているのでカモメが不思議な飛び方をしているように見えるということでもあるかと思います。もうレインボーブリッジをくぐりました。あとはもうそろそろさすがにここで着水をして、そしてゆっくりゆっくり竹芝桟橋に接岸するのです。といっても大型船よりやっぱり小回りが効きますからすぐに接岸できちゃいますけどね。大きく左にカーブをして今着水の作業中。この築地大橋の高さがだん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 この左のね、この船のこの横の棒の高さと比べてどんどんこう今築地大橋が下に下がっていくのが分かると思います。これが着水作業の様子です。上に上がっていた船体が完全に今降りました。着水完了ですかね。奥に見えておりますのは勝どき橋。昔はここから先まだ大型船が隅田川を登っていっていましたので、それが通れるようにあそこを跳ね橋の方式にしておいたのです。でももう今は通りませんので、手前には築地大橋もかけて勝どき橋ももう開くことは多分ないと思います。ちなみに接岸するときだけはジェット船は揺れます。航行中は大丈夫なんですけどね。だから酔い止めとか、まあ、飲まれる方は飲んでおいた方がいいとは思いますよ。航行中は大丈夫なんですけど、接岸の時は普通のボートみたいな感じの乗り心地になりますので、船が小さいからってとか、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、このようにみるみる向きを変えて速やかに船体を岸壁につけます。このジェット船セブンアイランドは東海汽船の中の約款でも特別急行というふうに指定されています。で実際に2等運賃に加えて特別急行料金の支払いが必要です。なんかいくらとかね、決まりがあったと思うんですよね。上級席の設定もあると乗ってる方としては面白いなと思うんですが、今のところ全部の座席が一つこの普通席のみの構成となっています。もう早いですよね。ちょっとぼやっとしてるともうすでに縄がかかって、このように船がつけられました。無事に東京に帰ってきました。ガスタービンのエンジンが後ろへもーもーもーと力強く排気しています。乗船券は回収になりますのでね、持っておきたい人は事前に写真を撮るとかしておいた方がいいと思います。
それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。どうぞ皆様、オールシーズンの観光地伊豆大島へお出かけください。ご視聴ありがとうございました。